ってます。5秒前。はい、もう始まってます。本当に？はい、本当に始まってます。あ、こんばんは。こんばんは。はじめまして。どっから行きましょうか。もう、あの団長教えてください、今日は。ですか。どうぞ。じゃあ、まあ、裏でも言いましたけど、昨日のことですが、ユージさん、とりあえず。お誕生日おめでとうございます。あ、すいません、このオフィシャルの場で、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。わーい。おめでとうございます。こんなオフィシャルの場で申し訳ないです。いいえ。ありがとうございます。今日、はい、噂によるとお客様から連絡もらったんですけど、なんか一粒万倍日なんかすごく天赦日はい。で、ゆじさんの誕生日みたいな。いやそこは、コンビネーションにならない。ね、そこはコンビネーションにならないですよ。あ、ありがとうございます。テロップ来た。ありがとうございます。すごい。なんてめでたい日だ、今日は。すごいめでたくて、なんか、はい、30日のオファーと16日のオファーといただいて、16日ってちょっと私、1週間後ですごいドキドキしたんですけど、はい、いや、もうなんか、カレンダーが16日行けって攻めるんですよ。なるほど、その時カレンダーが攻めるんですね。ゆじさんのお誕生日、存じ上げてなくて、ヤギ座っていうのしか知らなくて、はい、で、後からゆじさんのお誕生日だということと、この間のブログの、ゆじさんがブログの一番最後で、こそっと一行だけ入れたのを、はい、これマニアしか最後まで読まないよ、みたいなところで、ここ食いつきたいのを今日まで我慢した。ありがとうございます。ありがとうございます。てか、もう今日のこっちのコメント欄もやばいですね。こっちのコメント欄もなんかもう、おめでとうラッシュになって、一粒万倍有事になってる感じの。一粒万倍有事。いや、本当なんかご利益ありそう。ありがとうございます。嬉しいな。ゆじさんのファンの皆さん、本当にすいません、今日は独り占めします。ひでさんのファンの皆さん、すいません、今日は。はい、そこはないんです。お借りします。いや、貴重な二人をお借りします。いや。あれ、ゆじさん、フレームアウトしたよ。やばい、今日はなんかもうリアクションに僕は弾ける気がする。本当だね。進まない。全然進まない。なので今日は団長、バシバシ仕切ってください、団長。はい、でないと、僕ら多分絶対交差もしまくるんで。はい、あれだね、今日まだゲストのご紹介も実はしてなかった。忘れてた。今日のゲストは、鴨屋真希さんです。で、鴨屋真希さんは、この、今ちょうど手元にあります、はい、愛のエネルギー家事という、本の、こういう感覚かな、はい、のご著者。はい。で、まあ、ちょっと後で触れたいんですけど、このプロフィールをね、拝見すると、まあちょっと大事なとこだけ行くとですよ。無料鑑定をしてたりとか、ベジタリアンカフェにスカウトされたりとか、右手で、人や物の持つエネルギーを感じ取れるようになったりとか、バレンタインデーには下駄箱いっぱいにチョコレートが入ってたりとか、まあ、何かと気になることがたくさんあるわけなんですけど、その辺もちょっと伺っていけたらなと思ってますが、はい、そんな感じで始めてよいですか。あ、さっきお二人ともこうやってやってましたけどね、僕も実は本があるんですけど、とか家に、ちょっと今日忘れ、持ってくるの忘れたってすみません、なんかちゃんと僕も持ってます。不戦、ね。これだって僕、あれですもん、ユージさんに教えていただいたんですもん、この本の存在は。そうそう。どうやって一番なんか営業部長として、はい。先にね、お伺いしたいのが、うん、どうやってこの、なんか天文学的な確率で私をこう、拾っていただけたのかを絶対こう聞こうと思って。確率。はい。うん、いや、なんだろう。これ先に言っちゃっていいんですか？どうぞ。え？ダメなの？いや、なんか、あ、いや、全然なんかダメとかではないんですけど、そう、いや、なんていうんですかね、こう、ほら、キュレーションを僕、ブログでしてるので、何座の、多分星の周りの時は、多分こういうの読んだらいいよとかっていうのを、まあ、大体去年の多分、ヤギ座行ってたぐらい、あ、去年じゃない、もはや一昨年ですね、はい、ぐらいからスタートして、はい、でその時に多分、ピックアップをさせていただいたのかな、カニ座の時だったような気がするんですけど、はい、とか、まあ、あとは、はい、僕結構エネルギー敏感なので、だからメッセージとかコメントとかしてくださる方は、僕のブログに、
僕、大体それこそ某鴨屋さんとか、某って何の意味もないですけど、あの、みたいに僕もエレレキを読むので、だからやっぱりすごい親和性が高いというか、やっぱりそういう方ってすごい残るんですよ、正直な話。だからもうあの、いわゆるあの、なんで個人情報開示請求とか、IP アドレスから辿ってとかしなくても、もうスピグーさんに、スピグーっていうのはスピリチュアルグーグルですけど、に聞けば、なんかそこでなんか情報を教えてくれるみたいな回路は僕も一応自前で持ってる。設定なので、なので、そこで、ああ、なんか、マキさんっていう人、ああ、マキさんって人みたいな、なんか、いつかお呼びしなければみたいなのがあったんですね。それで、1年何ヶ月とか、いや、1年何ヶ月、1年ぐらいかな、を経て、まあ、なんか、いろんなタイミングで、じゃあ、ほねららゲスト誰にしますかみたいなことを、まあ、いろいろこう、まあ、中の人を含めいろいろ話してるときに、ああ、マキさんいいですよねみたいな話になって、ああ、何面白そうみたいになって、それ、リサイクル本をご紹介したりして、それで、まあ、あの、この、まあ、僕の誕生日の翌日だったら本当たまたまだと思うんですけど、でもそれでこのタイミングで決まりました、イエーイみたいな。あと、これ僕の個人的な、なんていうんですかね、この、これは、あの本のご紹介した時のコメントには書かなかったんですけど、とか多分書けなかったのかな、当時は。なんかわかんないですけどね。今、お掃除本とか、なんかその、まあ、家事とか家にまつわるとか、まあ、インテリアのスタイリングとか、あとは、その、物について、だから、ミニマリスト的な本とか、結構その、ね、ライフスタイルにまつわる本っていっぱいあるけど、でもやっぱりなんかこう、家事って多分、今日、ツイッターにも多分書いたんですけど、みんなが多分、大なり小なり、もしくはその、かける時間は、もちろんね、家の大きさとか、その、家族のメンバーの人数とか、もろもろによって違うと思うんですけど、家事って絶対人間ってこの三次元ボディをやる上で、絶対に必要なものとか、避けては通れないものだから、だからみんなその、影響を受けるっていうか、絶対必ず関わりがあること。で、それについて、なんてこんなに愛情を持ってか、こう、説明というか、書いてあるんだ、この方は、みたいな。もう正直な話、僕は Amazon のレビューとかも実はこの本についてはほとんど全部見たんですけど、みんなどういうフィードバックを得たんかな、とかって思って見たんですけど、もうそこにあった言葉はやっぱりもう愛だらけだし、いや本当に、どなたかのコメント、ちょっと僕はその方は全く存じ上げないんですけど、そこちょっと簡単にこう、抜粋というか読むと、ちょっと覚えてるんですけど、もうこの本見たら、お掃除とか家事の本他にいらないっていうふうなコメントもあって、僕も本当にそう思いました。激しく同意でした。もちろん他の優れた著者の方とか、ちょっと哲学的なこととか、スピリチュアルポイントとかもいっぱいいるんですけど、いや、なんかもうこれが最初で最後で、もう全然問題ないと思いました。本日以上です。みたいな感じのコメントで申し訳ないんですけど。いやでも本当そう思いました。もういつか読みたい。いつかもうみんなが通る道だからこそ、みんなが接する家事ってものだからこそ、この、もう大音体からのね、もう牧大音体からのこうコメントを聞きたいと。ということで、ね、ちょっと井出さんの塩もちょっと、こう足してもらいたいっていうのがちょっとありました。ありました。そうですね。いや、でも本当に、はい、僕、この本読んだ、もう途中で思ってたんですけど、はい、感想はね、この本自体がなんかね、もう、なんていうんですか、こう、セラピーみたいな感じ。はい。うん、読んでいくうちに、だから、こう、心が整っていくみたいな感じがあって。うんうん、なんか、愛が浸透してきますよね。ね、その、あ、なんか、これでいいんだなって思えるっていうか、はい、自分を許せる感覚になっていくのがすごい大きいな。本当ですよね。なんか、星本、風本、愛本、塩本みたいな。最後大変だね。最後がヒリヒリする。最後にヒリヒリするから。そうなんです。ピリッと締めるんです。だから、どうしようかなと思ってて今日、もちろんだから、はい、一個はこの本、どんな本かっていうのをご紹介もいただきたいなと思ってるんですけど、同時になんかさっきね、スピリチュアルグーグルっていう言い方を、ゆうじ先生されましたけど、いえいえ。なんかそこからこう、マキさんのところに降りてきてて話したいことがもしかしたらあんのかもしれないとも思ったりもしてて、なんかあんまりこう質問ばっかりしてもしょうがないのかななんていう感覚もちょっと持ってたりしてね。いやもう今日は多分質問しなくても多分速射法にいっぱい、もうね、最初のボケの、そう、いっぱい出てくると思いますから、僕はそこがすごい今日は楽しみ。そうですよね。かなと。はい。そう。だから、じゃあどうしようか。とりあえずでもせっかくだから、これね。そっちから行きましょう。うん、まだ読んでらっしゃらない方もたくさんいる。あ、たくさんというか、ちょっとかな。もうごずりも重ねてらっしゃるし。はい。少しだけいらっしゃるかもしれないので、マキさん、この本、どんな本なのか、この愛のエネルギー家事とは一体何なのかっていうのを、少しご紹介いただいてもよろしいですか。ありがとうございます。右手で人とか物とかのエネルギーが読めるようになったっていうのがそもそも、まあ、奇妙奇てれつな人生なんですけど、例えばこれ、ユジさん、ボンドって呼ばれてるものが
ワンドとかウォンドって言われてるものがあって、これをこう一つずつ触るとか、あ、体のどこがバウンドするよっていうのが私は今感じ取っているんですけどね。で、あの、まあ、ある、うん、ある時点までは世界的にほにゃららって言われる企業の管理職をやっていて、それが約13年ぐらいなんですよ。で、あの、もう本当1兆円規模に動くところで、私はその年間最終的に380億の予算の部署の、女性では一番古い管理職をやっていて、で、その、まあ、部下が200人とかいるところにいる頃に、あの、右手が人のエネルギーとか物のエネルギーを読んでることに気づいちゃったんですよ。友達が京都に行ってその写真を撮ってきて、その写真の束がこのぐらいあって、旦那さんと彼女を裏返しにして写真でシャッフルできちゃったっていうのがあったんですけど、ただその時にはまだその某ホニャララっていう会社にいた方が世間的にもいいので、あの、よかったんだけども、うちの夫の大親友が年末に遭難したんですよ。で、一番の親友が冬山で遭難して、その遭難した時にもう雪崩に遭ってることと、その後地図のどこにいるかっていうことと何月に見つかるかっていうのが分かった時に、私はまだ会社の管理職でいたかったんですけど、そこでその時期とベジタリアンレストランにスカウトされるっていうのが同時に起きたのが、ちょっと前のアセンションって言われていた頃だから、2012年のアセンションの頃かなになります。で、結局そこからそのベジタリアンカフェでスカウトされて無料でずっとセッションやれてたのは、まあ、管理職だったから無料ではちょうどいいんですよ、副業禁止の会社なので。で、ボランティアみたいな感じでずっとやっていくうちに、これ私が人のエネルギー読めるってことは手から全員情報が出てるよねって話になったわけですよ。みんなの情報が出るんですよ。今日会社で悲しいことがあったとか、今日楽しいことがあったって手が、あの、宇野卵さんと一緒で手が喋ってくれるんですよ。なるほど。手相占い師の宇野卵さんの回を拝見したんですけど、で、だとしたら、はい、そっからここに火事にぐわーっと話が行くんですけど、皆さん、日本中のお母さんたちとかお父さんたちとかみんなが自分の手から自分の情報が出てる、今日のカモやマキのご機嫌が出てたり、今日のユジさんのハッピーなエネルギーが出てたり、イデさんの今日の、仕事の進行状況を気にしてる様子とかが出たりとか、お米に伝わって、塩に聞こえてくるからダメですよ、すいません、なんか詐欺じゃった、うん、あのね、進行状況すごく気使ってくれてらっしゃるから、そう、それでその手からお米にそういう情報が行くから、そのお米を食べた人が進行状況を気にするような人とか愛を感じる人とかにお米に転写されていくっていうのが分かってしまった大原則を家事本にしてしまって、あの、本当は年60万部とか200万部とか目標だし、日本中の、まあ、5分の1ぐらいの現役のお母さんたちとか、あの、シングルパパとかにもね、読んでもらえたら、簡単にこう倍倍倍の法則、家族が幸せになったら家族から会社が幸せになってっていうのがずっとエネルギーが伝わるから、それでいいやっていうところになってこの本ができたんですけど、でもきっかけは最初の編集者さんがキッチンを、うん、編集者さんの家に私が遊びに行った時にキッチンをちょっと拭いた時に、マキさんこのキッチンに今何をやったんですかって言って、キッチンがいつもと違うって彼女が気づいたところがあって、そこから家事も書きましょうって言われて4年ぐらいかかりましたね。へー、はい、あの、本が出せない状況だったんです、管理職で、はい、会社辞めるのが大変でした。あ、じゃあ会社を辞められたのは意外とまあまあ最近の話ってことですか？いやいや、もう、5年本を書いて5、6年ぐらい経ちましたね。本の出版がだって2019年でしたっけ？そうですそうです、ですよね、本のネタ、はい、ネタがもう会社員時代から始まってて、編集者さんとやり取りが始まってるんだけど、会社に、はい、言ってももっと出世しろとは言われたけど、副業 OK とはまだ言われない時代だったんです。なるほど。なので、はい、あの、どっちを取ろうかなと思った時に、自分がそう役職とか肩書きとか世界にほなららを捨てて、私が愛を取った感じになります。
なるほど。はい。そこでセンターに戻ったんですね。あ、そうそうそう。ありがとうございます。その手からエネルギーを感じるっていうのは、そのさっき、宇野たまごさんのお名前も出てきましたけど、手相を読むとか、この手を何か読むっていうこととはまた違うんですか？うん、あの目つぶっててもできるので、あ、例えばお客さんの表情とか人相とかはいらないんですよ。で、あの要はバウンド、振動が飛んでくるんですよ。だからゆじさんが言うところのバイブスが飛んでくるので、すごく仕事でくよくよしてる人はここに同じようにくよくよのエネルギーがこう、これがお客さんの手だとして私がこうちょっとだけ触るんですね。そうするとその彼女の振動がドンとくるので、話すと私は自分に持って 0.5 秒触るとその人の、状況が伝わってくるので、最近ウォーキング始めましたかとかそういうところもあれば、首にこう紐がキュッと縛ったような感じで悲しいことがありましたかっていうパターンもあるし、すごくいいテンションで来てくれれば新しいプロジェクトが立ち上がってますかみたいな話にはなります。はい、なるほど。なんか今日音変ですか？大丈夫？ちょっとそこの音がするぐらいですけど。これかな？うん、多分それですね。ちょっとザワっていう音がしますけど。なんかワーワー言ってますね。ちょっと待って。あ、ワーワーはないかな。たまに動くときにちょっとザワって。聞こえない、声が。聞こえてまーす。すいません。はい、今大丈夫ですよ。大丈夫か。はい、今でいけます。じゃあ続けます。はい。なるほど。で、その手からエネルギーを感じ取れる、マキさんが、その書いたこの本の、なんていうんですかね、もちろんその読めば、読むのが一番いいんですけれども、うん、どんなことを書いてらっしゃるのかっていうのを、なんていうんですか、少しだけ教えていただくことはできますか？わかりました。はい。手って面白い臓器だと私思っていて、ちょっと立ちますけど、はい、人間のこのハートのエネルギーって、この経絡じゃないんですけど、こうやって、後ろに行けばいいのかな。ここがハートで、はい、ダイレクトにこう、ハートの思いが手から出てるんだっていうのを私、自分のそのたくさんのセッションの中で分かるようになって、で、だとすれば、なんか世界中の人がこれを使えるなと思ったので、お米を炊くときに皆さんこうシンクの中に釜を置いてこうやって研ぐように家庭科で教わってるんですよ、うん、それだと遠いんです。この腕の距離60センチぐらい遠くでこう混ぜたりする、うん、でも愛してるものって犬でも猫でも赤ちゃんでもウサギでも必ず自分のボディの60センチより手前30センチの中に置くんですよ。人間って大好きって必ず、だから家事をお米を炊くときにここの距離の中まで持ってきて両手でお米をこう大好き愛してるよお百姓さんありがとうとか、なんか魚沼さんラブとかなんか適当に言いながら今日も一日なんか頑張ったなとか言いながら、そうやってこうやってお米を両手でうさぎ撫でるように混ぜる。で全部に自分の手のバイブス、ゆじさんが言うところのバイブスをお米さんに伝えればいいし、でその前に、私知らなかったんですけど、六方位にこう祈るっていうやり方が日本にはもともとあったらしくて、私は本の中で東、南、西、北にぐるっと一周挨拶してって上と下挨拶すれば、会社ですごいくよくよしてるときとか疲れてるとき のエネルギーが分散されるので、お米とか触る前にも誰もがほんの30秒ぐらいでお利口さんのエネルギーになるんです。お利口さんのエネルギーそうイライラとかそういうのが飛ぶので、そうやってお米を炊くといいよっていう風なのは書きました。だから実践できるけど、そんなにそのなんでしょう、スピリチュアル、スピバシリすぎずというか、そんなところかなと思います。はい、そうですね。本当誰でもできそうなことしか書いてないっていうか、はい、で明日からでもできるっていうかね。そう、スピバシリしてないところがいいですよね、その本で。うん、はい。すごく、はい。
それが掃除と、片付けと台所のお仕事と洗濯入浴っていう感じでいろいろ書かれてるってことですね。はい、そうです。なるほど。で、例えば採用されなかったネタってあって、うん、ダイヤモンド味噌汁とかいうのは却下されました。ダイヤモンド味噌汁お風呂に石を入れるとこまでは OK だったんですよ。はい。でも本当は口から入れるものにものすごく清らかな水のエネルギーを転写させて飲む方が、ゆりさんもすごく水のことを取り扱い、思いを込めて語ってらっしゃるように、江本勝さんって言って雪の結晶とかのご本ご存知ですか？水に愛してよ。はい、はい、水からの伝言でしたっけ？そうです、そうです、はい、ですね、なので、はい、それを知ってはいるんだけど世の中の人結構ね、ただ実践まで行ってないんですよ、うん、あの本って、うん、確かに。愛してるよって言えば化粧きれいになりますよ、だからお母さんたちやらないんですよ、うん、でもいや全員手から出てますって私言い続けてて誰もが、だとしたらどんなに大変な、私も管理職で本当死ぬほど大変だったんですけど、大変だっても家に帰ってきて触るときにはもやしとかほうれん草とか全部水の力を借りて水に転写させてっていうところで、まあ、例えばすごく大好きな形見のダイヤモンドを持ってる人とかがいたら、それをお味噌汁作る前にこうザル、鍋にザル入れてダイヤモンド入れて水にダイヤモンドにエネルギー転写させて、大好きなおばあちゃんの形見の指輪とか、そこにすごい愛が入ってるから、それでお味噌汁を作ると旦那さんがっていう、うめえっていう味噌汁が作れるっていうのを、それでダイヤモンド味噌汁なんですね。でも怪しすぎるからちょっとねってすいません言われました。なるほどね。これあれですね、ごめんなさい、続けてください。すみません、うちの夫は普通の人なので、ダイヤモンド入れてるザルを見るとそれでアクが取れるんかいって聞きましたけど、アクは取れません。旦那さんナイスですね。このさっき の水からの伝言かっていう本は勝手にあまりご紹介しちゃいけないのかもしれないですけど、うん、ありがとうとか大好きだよとかって水に声をかけ続けると、その凍らせた時の結晶がすごい綺麗になる。で逆にそのバカ野郎とかふざけんなとかって悪い言葉ばっか浴びせかけると結晶もすごい汚くなるみたいなことを、まあ、実証されて写真とかもたくさん載ってる本ですよね、確かね。はい。そうで、それを考えると、その牧さんがこの本の中でもすごく水のことたくさん書かれてるんですけど、やっぱりその何ていうんですか、原理としては同じことなのかなと、うん、で要は例えばお米にしろ野菜にしろ、もっと言うとその人間も 70% 以上水とかっていうぐらい、そうなんです、はい、うん、ってことですよね。できるだけその愛を注ぐっていうことで、こう、うん、なんていうんですか、整う、気持ちよく、ご機嫌でやつですね、最近の言い方だとね。でもちろん、この本のそのベースの思いって、自分がもう本当に管理職の時に父の介護をしながら週、1日3時間ぐらいしか寝ないで仕事をしている時に、の方がどんどん出世していったんですね。で、その時の私は本当にお腹、父のこうおむつがまあびちょびちょになってるような状態の、トイレから出てくる父をこうおむつ引っ張ってあげたり、パジャマこうおへそしまってあげたりとかして、で朝また4時40分に起きて6時50分に会社着いてるみたいな暮らしをしていたんですよ。でその中で、そんだけ忙しい管理職みたいな人って、私みたいな人いっぱいいるはずなんです、現代って。お母さんたちがフルタイムで働いてたりとか、もちろん独身の人でもそうで、でそういう人たちがみんなね、お掃除できてなくてすごく自己嫌悪に陥るんですよ。トイレ掃除ができなかった、洗濯ができなかった、今日も家事ができなかった、もうやりたくないって言って、で私自分もその日々の中で、やっぱり自分家のトイレ掃除なんてほとんどできないとか、掃除機かけらんないとか、ずっとずっとそのできないことをいっぱいいっぱいずっと待たせて待たせて、ひたすら待たせて、でもそれ以外のところで私今何やってんだろうと思ったら、部下60人にすごく愛情を注いでたり、父に愛情を注いでたりっていう方向に愛情を注いでるから、
トイレの勉強を待たすことができたんですよ。冷蔵庫掃除とか、冷蔵庫も待たすことができて、結果的にでも皆さんがその欲する出世みたいなものとか成功法則みたいなものっていうのがどこかに愛情を注いでるとすごく後から来るのを、ものすごい一生懸命働いてる女性に大丈夫だよって言って、風邪しなくていいよ、まずは寝てくれと、もう本当お願いだから寝てって、おいしいもん食べて寝て、そっからでいいよって言ってあげようと思ったんですよ。それでも後からついてくるいろんなものが、それで救われる人はめちゃめちゃ多そうですよね。そうだから毎日トイレ掃除しないと運気が悪くなるとか、いいことなんだけどできない女性の方が多いだろうっていうナチュラルな感覚、僕もできないです。ナチュラルな感覚と、でそれ以外にこう身をこう子にして働いてる人たち、まあ、男性もそうだけど、別に汚部屋にならない程度にほどほどに片付いてれば、まあまあ大丈夫だよって、それで運気がなくなることはなかったって言ってあげたいなって思ってますよ。なるほど。すごい、いいコメント。いっぱいいると思うな。いや、すごい、コメントがすごいありがとうございます。はい。で、なんかお天道様が見て、お天道様が見てるって感覚ですよね、それは。ああ、なるほど。まあ、今、緊急で助けなきゃならない。わ、すごい、確かにコメントやばいですね。めちゃめちゃありがたいコメントが。なんか介護しながら会社に行ってる人とか、そういるから、そういう人たちは家の中が本当ギトギトになってる可能性があるけど、それは汚いんじゃないからって、絶対大丈夫って言ってあげたい。これで本の紹介になりました。井出さん、マキさんがそういう方なんですね。なんていうか、愛の化身みたいな感じなんですね。いやその、でもちろんできない時代、昆虫症自分もありますよ。昆虫症ばっかりだった自分もあって、で、その、何やってんだろうと思えたんです。イライラしてる自分とかで、人生の1秒1秒ってすごく大事なのに、1秒間にバカ野郎ということもできるし、1秒間に、あ、楽しかったっていうこともできるのに、この1秒をどう使うかっていうふうに思ったときに、昆虫症って思うのをやめようっていうだけだった。もったいないと思えたんですよ。なんかでもそれって簡単にできる人とそうじゃない人とおそらくいるかと思うんですよね。なんていうか、まあもしくはなんだろうな、こう気づけてないのかもしれないし、そうした方が楽だっていうことに、あるいはなんかこう窮屈な組織の中で頑張ってることが正しいんだってこう思い込んじゃってるみたいなこともあるのかもしれないと思うんですけど、その要は人によってこうガチガチの具合って違うじゃないですか。なんかここの今ね、そのコメントくださってる人たちってすごい面白いなと思って見てたんですけど、別のゲストの方の時にはなんか全員で100ホーみたいになってる時もあるし、なんかまた別の方の時には全員でこうものすごいこうシンキングモードみたいになってる時もあるし、で今日見てるとなんかすごくこう、なんていうんですか、ありがとうございますとか、そういうのが多いっていうか、あったかい、とっても。それ見てて、こう、一個はもう、マキさんがきっとそういう方なんだな、なんて、こう、勝手に一人納得してるところもあるんですけど、そのガチガチの人たちはどうして攻めていくんですか？ガチガチの人って多分、自分の今日の労力を褒めてないだけだと思うんです。だ8時間働いてきただけでも、絶対誰かの役に立ってんですよ。でそれは自分では自覚してないかもしれないけど、やっぱりご先祖様が見てるとか神様が見てるとか、なんかそういう他者への無意識化の奉仕っていうのかな、奉仕してますみたいにかっこつけなくてよくって、絶対に役に立ってるはず。その量とか質じゃないの、とにかくその絶対性だから、帰ってきた時に今日も頑張ったって自分に言ってあげると洗濯物を畳めるようになるんだな。なるほど。でも今日もなんか役立たなかったとか上司に怒られたとか、あんまりなんか嫌な思いしちゃったとかいうまんまで帰ってきちゃうと、どうなんでしょうね。そのご自分の存在が私からするととってももったいないって思うだけなんですけどね。
まあね、それはそうですよね。うん、もったいない。その要は本の中に出てくるんですけど、私の父がだんだん視力障害者になっていく中で、まあ、今日見てる人は視力障害じゃなくて、ちゃんと全部ご多分五体満足で全部見れてる方が多いんじゃないかなと思うんですよ。で、一個欠けてく人が身近にいてくれたおかげで、欠けてく中に幸せが減ってくんじゃなくて、こう増えてくものもあるっていうのもまたあるので、だから、うん、今働いてる女性たちに欠けがあるんじゃなくて、うちの父みたいに視力がなくなってくわけじゃないから、あなたは大丈夫ってやっぱり思うだよ、うん、すいません、こんなんでいいの、なんか困ったな井出さん。いいんじゃないですか。ダメ、はい、分かった、はい、なるほど。じゃあ、本の紹介でしたよね。はい、まあ、本の紹介はもう、あとはもうそれぞれ読んでいただいて、多分大切なことは今ので分かった感じがするんですけど、なんかでも僕あえてちょっと今日だから聞きたかったことがあって、無価値観を手放せばいいのか、まあ、その愛ですよ、愛ね、愛とか、もう一個この本の中でたくさん出てくる単語が、心を込めるとか、心をやるとかね、まあ、心を配るとかっていうことをたくさん書かれていて、で、まあ、なんかその一つ一つの物事を丁寧にやるとか、丁寧に物を扱うとかっていうのは誰でも想像しやすいかなと思うんです。で、それと同時に、いや、なんか言葉、音としてはなんか理解してる気になっちゃうんだけれども、心を込めてお米を研ぐとか、心を込めて、なんだろう、シンクを磨くとか、これの音、あ、違う、マキさんなんか書かれてるんですね。いや、何も、あ、違う、あれ、なんかその、まあ、いや、愛を注ぐとかね、まあ、いろんな言い方あると思うんですけど、それって何ですか？愛とか心の正体って一体何ですか？すごく好きなものっていう答えでいいと思います。すごく好きなもの。はい。大好きって思うもの。だから、ジャニーズが好きなら、ジャニーズのことを思いながらお米を研げばいいし、井出さんがそのデザインとかが好きなら、うん、デザイン画をここに置いてお米を研げばいいし、ユージさんは星、天空の神々と喋りながらお米を研げばいいし、大国主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 みたいな。一番大好きって思った時のやっぱテンションって背中の軸が伸びてって筋肉強くなって呼吸が深くなって目が輝いて頭の中にくだらないこうモヤモヤがなくなる状態なので、大好きって、だ、生きてることが大好きだっていうぐらいのシンプルな話でいいんですけど、それが、うん、好き好き好きって言いながらご飯を研ぐんだけど、その好きの対象がプラレールでもいいし、子犬でも子猫でもいいよ。だからさっきウサギを抱くようにって言ったのはウサギ好きな人で、はい、シベリアンハスキーでも、なんなら爬虫類とかヘビとかでもいいわけですよ、好きなら。うん、なるほど、うん。それなら誰でもできそうだ。そうそう。できるできる。絶対ある。いや、なんか、うん、そのありがとうとか、うん、こうお米に語りかけながらお米を研いだりすると、意外と家事やってるときってこう思考とか飛んで、なんかこう、はい、そういうこと好きなこと考えてたりとか ね、なんかこう、うん、飛ぶじゃないですか。でも、はい、こうありがとうって言い続けたらもうこのことに集中しなきゃいけないから、他に何もできなくなるのかと思う。そう、いいご質問で、ありがとうって言わなきゃって言ったときにエネルギー下がるんですよ。あ、なるほどね。マキさんが言ってたから自分やんなきゃ頑張んなきゃって言ったら、それって愛のバイブレーション違うんですよ。多分すごいユージさんわかると思うんですけど、違っちゃうから、井出さんがおっしゃる通り、井出さんもデザインやるとき多分無心になる瞬間ってあると思うんですけど、はい、無心だったら OK なんですよ。でも
働いてるお母さんたちとか、家事に追われてる、育児に追われてるお母さんたちって、ああ、8時までにご飯作んなきゃって言って、お米を炊くんですよ。あと、たまには旦那もやってくんないのみたいに思いながら、野菜炒め作っちゃうわけですよ。そうすると、そこに残るエネルギーが、野菜が潰れちゃうんですよね。美味しくない。ぺっちゃんこになっちゃう。うん。食べた時に子供が残すっていうのはそういう時で、我が家にもよくありましたよ。うん、私もそういう時代通ってきてるので分かります、はい、でも確かに子供さんたちってすごいバイブスに敏感ですよね、はい、なんか波長が乗ってるとなんか普段嫌いな人参とかでもパクパク食べるし、はい、うん、まあ、今のあくまで例ですけど、でも、うんうん、それはすごくあるなってなんか周りを見てると感じますね、うん、ですね。だからそれほどそのなんて魔界に入ってうおーとか言ってそのご飯食べる必要がなくて、アシュラモードになってるんですね。うん、あといちいちなんか拝んで神様とかやる必要もなくて、そうじゃなくて、あのさっき言った1秒の自分の、思考と想念、急いで作んなきゃとかいうのも一応、うん、あのダメって言っちゃかわいそうなんですけど、うんうん、あの急いで作んなきゃって思ってんな私みたいな、そういう風にちょっと外すんですよ。急いだってご飯炊くの20分かかるよねみたいに外していくだけでいいんです。うん。なるほど。よくわかりました。すいません。あの、釈迦に説法ですいません、皆さん。ごめんね。みんなごめん。みんなのが知ってる。ありがとうございます。いやいや、でもまあほら、こっちのコメント欄とかもすごくね、あの熱い感じなので。あの、それも見ながら僕もお聞きしましたけど、いやいや、もうなんか学びが多い回です。うん、とんでもないです、うん、もっと、もっとなんか面白くしようと思ってきたんですけど、はめ外しそうなんで。いいですよ、はめ外してください。いやいや、もう全然、もうここはそういう場なんで、全然、うん。いや、あの、なんか綾小路きみまろさんみたいにならないように気をつけようと思いましたけど。そこそこまあ、いいんじゃないか。いいけど。それでも。なんか、まあ、その、じゃあ、本のご紹介は、あの、これぐらいにするとして、あと、まあ、多分今日見てくださってる方、結構もう読んでくださってる方が、なんか、多いような気も、はい、ね、しなくもないなとは思いました。うん。うんうん、まあ、でも本当、名著なので、僕もだから、ずっと、あの、本棚に、あの、置いていこうかなって。で、僕が、まあ、その、さっき本棚って話が出たときに、ちょっとこの話しちゃうとしちゃうんですけど、まあ、僕も一応本出してる立場なので、すごく思うのは、多分本の中に、あの、本棚がパワースポットっていう、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、本棚が、ありがとうございます。本棚がパワースポットっていうですね、すごい名言があったと思うんですよ。で、昨今の流行りだと、もう電子書籍とか、もしくは何なら、もう本を読み終わったら、まあ捨てましょうとまでは書いてないかもしれませんけど、まあとにかく身軽が大事、何ならとある著者さんはスーツケース2個が3個で移動しますみたいな方もいらっしゃるし、なんか別にそれが悪いとは思わないんですけど、でもやっぱ人によって、まあ僕も星で見るとわかるんですけど、食事がそのパワーの源になる人もいるし、なんかそのいい風が吹いてるところがパワーの源になる人もいるし、まあ、いろんなものがパワーの源になるっていうか、いろんなものっていうか、まあ、あのやっぱり一番自分にとって何がプラスになるかっていうのは、それは多分星で見ても違うんですけど、やっぱり特定の方たちは、いや特定っていうか、まあ、そのいろんな派閥があるので、あのパワーソースが違うっていう意味で。それで言うと、やっぱりね、本がめちゃめちゃエネルギー源になる方たち確かにいらっしゃって、はい。だそれで言うと、まさに僕そうなんですよ。だからいつも僕本書いてる後ろには常に本棚があるし、ちょっと パワーが枯渇してくると、いつも結構大きい書店さんに行くし。わかります。はい。だから僕いつも、家を選ぶときの基準は、本屋さんが近くなること、お花屋さんが近くなること、感じがいいカフェが近くなることのこの3点です。みたいな、それも誰も聞いてねえよって話なんですけど。まあ、でも、聞いてなくないよ。いやいや、でもね、僕、家選ぶときはもうそういうパワースポットが近くにあることをめちゃめちゃ気にして選んでます。やっぱね、本のパワーってすごいですよ。だってですよ、これ結構多くの方経験あると思うんですけど、本屋行ったら眠くなるとか、本屋行ったらトイレ行きたくなるとか、本屋行ったらほにゃららって結構ありがちなことだと思うんですよ。あれって絶対体内浄化が起きたり、だってお腹が痛くなるってことは、トイレ行きたくなるとか、エネルギーが入ってるから、なんか痛くなったりするわけで。いや、あれがやっぱり本屋マジックであり、もうブックの魔法、いや、本の魔法であれば本屋マジックだと思うんですけど、いやー、もうぜひ、あの、駅前からの本屋さんが、あの、どんどん減っていってる現象をなくしたいなと思ってますね。はい。むしろ僕は風の時代はですね、ちょっとなんか独演家みたいなって申し訳ないですけど、僕風の時代は絶対僕本屋の時代というか本の時代かなと思ってるので、もう、いや、別に電子書籍とのちゃんと住み分けはあっていいと思うんですけど、
僕はどっちかというと漫画とかは僕は電子書籍でいつも買ってるので、うん、まあ、っていうのは何でかって、うん、めちゃめちゃ多くなるからなんですけど、100巻とかあったら大変だから、いいね、もう大変なんで、あれはもう電子でやってますけど、しょうがないんで。けど、うん、もう本に関しては、特にその名著とか領著に関しては、絶対に僕紙で欲しいです。うん。わかります。全然バイブスが違うんですよ。わかります。ちょっとね、面白い話をしようと思って、今、ここにジェームス・アレンさんの原因と結果の法則って言って、サンマーク出版さんの本があるんですけど、はい、これって世界で2000万部売れてる本なんですよ。うん、はい、すごい数ですよ。聖書の次に売れてる本だっていうことを、サンマーク出版の当時の次長の鈴木さんと私、お話ししたことがあって、はい、鈴木さんとの本の出版は実はダメだ、ダメっていうか、進まなかったんですけど、でその時にこれなんか著作者が著作権を放棄していて、世界で2000万部売れたっていういきさつがあるんですけど、やっぱり本って私、ゆずさんもそうだと思うけど、こう命を助けたりとか、なんですよ、本当にその人生を助けるもので、電子書籍のように流れていってしまうものじゃなくて、やっぱり手で持つ、その筆者の思いとか、バウンドとか、そういうの、エネルギーのがあって、それはもう本当にこれは嘘のないものだなっていうふうに思うんですよね。で例えばこのゆずさんのこの風の時代の最適化って、ゆずさんのブレス、息継ぎが感じられるんですよ。その3行ぐらいうわーっと行くとこに、ああもう友人の世界だみたいな、そういうものすごいメロディックなものを感じるし、でこっちの輝く星になるの方はユジさん随分分析して書いてらっしゃる、頭随分使ってらっしゃって、そのなんかロジックとかそういうのがすごくいいなとかいうのが読む前に分かったりとかするんですけど、でだから本が実は私本当に私自分本書いてるときって本読まないようにしてるんです、影響受けちゃうから。でもこれはもうダメで読んじゃいましたありがとうございます、ありがとうございます。よだれが出てで結局その私本を書くときにこの最初愛のエネルギー過剰を書くときに原因と結果の法則を膝の上にずっと載せてそれで書いてたんですよ。へ、うん、目標が2000万部の本のエネルギーを借りればうまくいくかなっていう、その邪心ですでもこれでやったらちょっとそのなんでしょう、やっぱスピリチュアル色が強くなってしまって、で途中から膝に乗せる本を変える必要があったんですけど、もうちょっとこう広くずっと伝わるようにするために本を変える必要があったんですけど、だから本のエネルギーバイブスっていうのはゆずさんのおっしゃる通り、なんでしょう、本を読む人と結婚した方がいいです。変な話極端に今飛ばしましたけど、今すごい多分ね大事なところだと思うんで、一応もう一回いきましょうか。本を読む人と結婚した方がいい、結婚した方がいい、うん、なるほど、どっちもあ、なるほど、うん、すごい、またすごい下世なぶっこみナンバーワンなんですけど、いいですか。それは、まあ、なぜですかって聞いてしまうのはなんか変な話なんですけど、いや、多分僕っていうのはむしろ多分こ、ね、フォロワーさんというか、これ見てくださってる方、多分そこ結構興味がある方多いと思うので、まあ、今日だと初めて出てきたキーワードなんで、結婚っていうキーワードが。なので、ちょっとそこちょっと、まあ、ちょっと僕個人的には突っ込みたいと思うんですけど、まあ、どういうあれがある、真意っていうか、あれですか。手で本を持って、持ってる男っていうだけでかっこよくないですか？ユジさんのことかい？ちょっと今手元に本が。すごいです、ユジさんやばいです、かっこいいです。いやでも本当そう思いますよ。はい、本屋に立ってる男の人、結構おじさんでもどんな人でも私は結構好きですよ。やっぱ本屋で立ち読みでもいいから、まあエロ本とかじゃなくてね、その居場所危ない。その本屋さんに来る人たちのエネルギーは好きだし、やっぱり私は風邪ひくと本屋に行ってたんですけど、風邪ひくと本屋に行ってた、治りますから、はい、なるほど、うん、そりゃすごい、喉痛いと本屋に行ってて、そうで、うんうん、なのでその、自分のなんでしょうね、多分その本を読むっていう動作自体もいろんな過去性からとかずっと累積ってあると思うんですよ。で今回本を手放しちゃう人生の人もいるかもしれないんだけど、やっぱり本によって自分のその魂のこう鍵を開ける瞬間ってきっとあって、でそれの鍵を開けることを司馬遼太郎でもいいし、もう星新一でもいいし、星の王子様でもいいし、何か一冊でも読んでる男性と結婚するといいんじゃないかなって思うわけですよ。それ、うん、本っていうメディアだからなせる技なんですか？そうです。もうこれはもう譲らないです。
映画とかじゃダメなんですか？あのね、持って歩くっていう動作だよね。ここに持って歩く鍵があるんですよ。うん、で、映画はもこう体にこう、だからこうやって、カバンでもいいけど、連れてけない。でも、入れてると、その人の、このジェームス・アレンを連れて歩いてるエネルギーのジェームス・アレンチックなカモやマキなんですよ。なるほど。で、愛のエネルギー家事を枕元に置いて寝るっていう お母さんたちが結構いるけど、明日の朝ご機嫌で起きようって多分思ってくれてるんですよ。いや、でも今日はなんかいい話をすごい聞いてますね。なんか僕いつも巨大なリュックをいつも背負ってるんですけど、あの、大国主の御言葉りの。で、あの、そのリュックの中にいつも何冊か絶対入ってるんです。今日も4冊ぐらい入ってるし、もう大体もうね、1冊ってことないんですよ。2、3冊絶対入ってるんですよ。はい、あの弁当箱のように。はい。わかります。そう、だから私、カバンは絶対 A4 です。なるほど。大きいんだね。はい。で、あの、会社員時代は、だから文庫本とか持ってって、山手線で本当に6分ぐらいしか時間がないんですけど、その中で、はい、たった6分の間でも本を開いて、閉じて、うんうん、そのまんまのエネルギーで会社に入るんですよ。うんうんうん、うん。そうすると、その日一日が、少なくともその、ワンフレーズで生きていけるなっていうところなので、その例えばユジさんの言葉で言うと、どの風に乗ろうか空を見上げるようにこの本を読んでくださいっていうフレーズを山手線の中でもし読者さんが心に秘めて会社に行ったら、会社の運気が上がるんだよねと、またぶっ込みました。いやすごいですね、会社の運気を上げる本。いやありがたいですね。そうそう、うん、そんな感じです。はいはい、それ、その本を書かれてるお二人は逆にどうなんですか？そういう、あの、気概で執筆をされてるんですか？つまりこれ持ってるだけで、その愛に満ちた一日が送れるようにぐらいの感じで書かれてるんですか？例えば、マキさんは。私はこれ、あの、手で持ったら手から離れないようにっていうエネルギーで書いているんですけど、はあ、何言ってるか分かんないと思うので、その、最終的に出来上がった原稿で全部ハンドリーディングしてるんです。こうやってずっと。ずっと。そうすると、ね、ピタッと、うん、指でね、ピタッと止まるところがあって、良くない言葉を使ってるんですよ。なんか誰かを批判してたりとか、良かれと思って、比較対象のつもりで持ってきた言葉が、あの、結果的に誰かを傷つけるような言葉だったり、良かれと思ってね、必要なんだけど、どうしても書かなきゃなんないことってあるじゃないですか、世の中の悪じゃないけど。そうで、でも、良くないって分かるので、で、そうやってずっと読んで、最終的にこう、一旦持ったら離れない本になるようにと思って書いていて、でも、持って持てない本ってあるんです、実際。ん？それは、なんか内容が、うってあるからですか？そうですね、題名が良くっても、すごい、あの、混乱したエネルギーで書いてるとか、うん。でもそれが売れたりもするので、あの別に、まあ、そうなんです。あの、はい、そこは、よしあしとか、さすとかじゃなくて、なんか私があんま生意気に言っちゃいけない点なんですけど、はい、井出さんのご質問に答えるとしたら、こういう答えになりますね。で、ゆずさんはどうですか？僕はですね、まあ、最近の近調、だからあの星本と風本に関して言うと、あの、まあ、星本に関してはもう本当完全にみんな、もう本当帯の通りなんですけど、本当にみんなが星であることを思い出せば、結局それが最終的にはその世界平和みたいなものにつながるから、早くみんなもう星に戻ろうぜみたいなものを、本当にディティール細かく書いて、本当に全星座に僕本当憑依しながら書いたから、正直書いてる時の僕の基本モードは、まあ、マキさんおっしゃる通りロジックもあるんですけど、でもそのロジックで弾き出されたその言葉をもろに受けるのは当然最初僕だから、それでも一番最初に被弾して涙を流してるのも僕です。だからなんかある意味涙の結晶みたいなのをすごい感じるのは星本で、で、風本は本当に上から書かされるまんまに、さーって、もう本当さーって書いてるので、だからある意味すごく時間はかからなかったんですけど、めっちゃ早く、実際めっちゃ早くできたんですけど、でもその代わり、ものすごくこう、フレッシュなバイブスが感じられる。だからちょっとあの、ボージョレみたいな早飲みの方は多分風本で、ちょっとロマネみたいにめっちゃ寝かしたやつは、なんかあの、あの、星本みたいな。ちょっと、例えがなんか、えらい交渉で申し訳ないんですけども、僕なんかの方に。でもなんか、例えならばそんな感じです。で、もちろん、うん、まあ、あの、手から離れないようにっていうような、まあ、マキさんのあれで言うと、本当に、もう、アップデート本と、
もう本当になんかこう、自分発見本みたいな感じを、もう常に念頭に置きながら書いたっていうのはありますね。で、それとはまた別でね、さっきマックさん途中ちょっとおっしゃってた、だからそのタイトルはすごくいいのに読めなくなるとか、あとハンドリーディングでっておっしゃったところは、実はそこは僕は激しく同意で、僕もそうなので、こう文章読んでいって、なんか止まるところはやっぱり全部赤入れて、やっぱ書き直しますね。やっぱりもうあの言葉のバイブスがなんか一段下がったりとか、あ、なんかちょっとここはちょっとあの、なんかこう、なんていうんですかね、トゲがあるなっていうところは全部変えます。で、他社の、あ、すいません、他社の本を読んでるときも、当然参考文献とか読むときもあるので、当然そういうときは、でも逆に、まあ最近流行ってる本とかも、当然一応こういう仕事なので、こう、バーッと見たりするんですけど、なんていうんですかね、エゴで書いてる本は僕、ほんと止まります。で、もう最後まで読み切れなかったりするときとか、もうむしろ読んでいくのが苦痛だったりするときもあって、そうなってくると、もう本当に、僕本は売る主義じゃないから売らないんですけど、でも多分本当になんかもう速攻段ボール詰めて実家に送るみたいに、なることはあります。はい。ちょっとここは実家の吐き溜め説を触れないようにしますけど、まあでもなんか、はい。でもそれはあります。はい。だからそういう意味では、なんか、エゴじゃなくて書かされてるバイブスが載った本ばっかりいつかバーって揃えて図書館か図書室をやりたいなと思ってます。あ、それ面白いですね。ユージさんのそれ面白いね、はい。はい。バイブスキュレーティングの、なんか、本屋さんかなんかやりたいなとかちょっと思ってます。はい。ユージさんの場合も、こう、手で読むんですか？あ、僕はもう、手っていうよりはもう、来る、バイブス、文字が浮かび上がってくるので、だから、すごいオーケストラだけど、ちょっと一人だけちょっと下手くそなバイオリンがいるとか、うん、ちょっとなんか音が飛ぶフルートがいるとか、そんな感じ、あ、ちょっと言うチェンジだね、みたいな感じで書いていく感じです。だ手で読むっていうのはやっぱ、ごめんなさい。あれですね。マキさんの場合だからってことですよね、きっとね。手で感じるからっていう。そんなこともないの？本の仕上がりに関してはそうですね。はい。変な答えになっちゃった。すいません。手で読むんですけど、ゆじさんと一緒で、例えば対面、人を読んでるときに人の手触りますよって話さっきしたじゃないですか。でもその人以外の情報ってやっぱここから飛んでくるので、この辺から Wi-Fi で。それはもう、ゆじさんのところすごく、そこがお強いけど、私は青森のいたこっていうか、あ、はい、霊媒師、はい、いたこ的な、亡くなった人と喋るのは一番得意なので、なるほど。写真借り、だから写真借りればですよ。でも、普段の人を盗み読むとかそういうことは全然しないので盗み読む、基本的に例えば仕事相手とかお友達とかを読むっていうことはしないし、靴下穴開いてるとかそういう家散らかってるとかいうのも見ないし、その、必要のあるものだけ、許可のあるものだけ情報が飛んでくるんですよね。で、ゆじさんはだからその情報で、井手さん、ここからちょっとゆじさんの話していいですか？どうぞどうぞ。どうぞするか。ごめんなさい。僕が許可出すとかじゃないの。ゆじさんのすごさって、頭蓋骨の毛穴全部っていう、なんて言ったらいいのかな。本当にその骨があって、皮膚があっての、このあたりのエネルギーのキャッチング能力がものすごいんですけど、で、しかも大の、ちゃんと中の脳みそもすごく働いて、ものすごい頭がいいのにチャネリングをしていて、しかもそれだけじゃなくて、ちょっと立ちますけど、こう、ハートのエネルギーと脳とチャネリングのエネルギーを、同時に動かしたりとか行ったり来たりさせるんですよ。で、普通の男性って理論能を使ってる場合ってチャネリングが閉じるんですよ。計算したり売り上げのこと考えてたりするとハートが閉じるんですよ。で、ハートが開いたまんまでその頭が使えるっていうのはすごい名医とか神がかってる人たちは両方同時に使うんですよ。で、ゆじさんもう一個使うんですよ。だから、そのエネルギー、ね、そうです、ね、帽子かぶってるけど、それはどっちかっていうと嘘で、帽子、なんだ、嘘っていうか、なんて言ったらいいのかな、帽子かぶってないぐらいなんです、かぶってるけど、実際は、はい、もっとすごくって、で、その3つを同時に使う男性って、本当にいない、いない。だから少しともありがとうございます。星占いって言ってはいるんだけど、はい、星で整合性を整えてるだけで、本当は星なしのチャネラーとかヒーラーさんでもうお墨付きというか間違いがないんだけど、うんね、かつその、
本当に理論上のものとかそういうのも持ってくるので、なんかすごいって思いました。すいません、ありがとうございます。これ今日絶対言おうと思ったの。いやもう脇さんにそこまで言われたら僕はもう本当に一生この仕事辞められない気がしますけど、いやでもありがとうございます。でも、ね、なんていうんですかね、でも本当おっしゃると、ね、いやおっしゃる通りって僕はこれ恐れ恐れ言えないですけど、星をカモフラージュに使ってるっていうところは本当あります。やっぱみんな分かりやすい文脈じゃないですか。何座だからとか、うん、なんとかだからとか、家さんだったら天秤座だからとか、マキさん言っただからっていうのは分かりやすいから、一番だから入り口がこう広い。で、そこを、結局、こう、なんていうんですかね、こう、スタート地点として、自分を深掘りするとか、何かの社会の現象について深く知っていくのに、なんかこう、もしかそこの、こう、心理とか、まあなんかそういう、僕らを司っているというかね、まあ動かしているもの、まあそれはまあなんかその、因果律でも何でもいいんですけど、で、そこに触れてもらうための入り口として、星は使ってもらったらいいと思っているので、はい。なので、いろんな方法、だ今日もだから、星と、その、なんか、家具の関係というか、まあ、星使って、その家具の、はい、ありがとうございます。そういう、キュレーションやってみたっていうのをあげましたけど、あれもだから、星が好きな人もいるし、家具が好きな人もいるし、で、星が好きな人には家具っていうところに橋を渡せるし、家具が好きな人からは星に対しての橋を渡せるから、僕はなんかいろんなところにこう、橋を渡していきたいな、とは、思っていて、はい。なんかそういう、うん、まあ思想って言ったら 大がかりな感じはしますが、うん、そういう感じで、まあパシリ業をやってます。そうですね。だから、そのヒーリングをやってますよっていう男性なんだけど、ご自分がそのギザギザなエネルギーに気づいてない方とかもいて、だからその、うん、なんかヒーラー量産スクール、わかんないんだけど、その、うん、本当にその F1 レーサーみたいとか、ランボルギーニみたいにできるのがユジさんだとすると、うん、例えばそのヒーリングを習ってきましたみたいな男性は、そのハートがバウンドさせてないし、この辺の地肌のこのアンテナ、この辺のアンテナの度合いが、うん、なんて日本語になるんだろうな、そう、言わない方がいいねっていうことになるんで、だからそのユジさん、皆まで伝わってきました。はい、もうビジュアルが伝わってきたようです今。はい、ユジさんのすごいのは、そのだからその言語のとチャネリングので文が書けてヒーリングできてみたいないうところのすごい能力だなっていうふうに思うんですよ。で、ちょっとこのまま井出さんに言っていいですか、はい、さっき井出さんも読んでて見逃さなかった井出さんってロングスパンで物事を考える人、全然違う話なんですけど、すごいロングスパンで物事を考える人で、井出さんって、源氏物語と平家物語って気になった時代、気になったことってあります？その雅なものとか、ああいう芸術とか、日本着物とか。芸術は気になっていますけど、日本文化ももちろん。あと、竹林とか好きだったりします？竹林ですか？うん、あと京都の三千院みたいなところとか、ね、古いもの。そう、なんか井出さんってすごく古いものとのご縁がすごくよくあって、で、井出さんのビジョンって長くないですか？言い方変ですけど、ビジョンの立て方、ご認識がない。なんかね、短いものも必要なんだけど、千年先とかそういう考え方って好きだったりしません？そんな先そっか、そっか、そっか。なんかね、井出さんの多分、情報で、千年前から今ちょっとなんか、ジャストタイミングで狙って生まれてきているらしいんだけど、井出さんがまだ、その自分の、千年ぶりのこの今回の2020年を喜びに変換しきってないみたい。もっと、もっと、せっかくユジさんがいるので、なんか弾けていいらしいんだけど、そう、なんか、やばい、神会になってきた、神会になってきた。なんか、もっと、この人を使って、帽子のおじさまを使って、もっと弾けていいんだけど、弾けすぎないように、一生懸命こう、思考でどうしようかなとか、なんか思考でちょっと止めちゃう。んだけど、でもその井出さんのビジョンってすごい深いから、すぐにこう目に見えることじゃなくてもいいらしいんですよ、どうやら。で、急に
目が出ないように見えるけど、ちゃんと目が出るロングスパンで考えるみたいなことだとすごいいいらしくって、それでその平家とか源氏の時にすごく雅なものと触れていたから、今もデザインとかに関しては才能があって、その辺が好きだったりとか、あと子ども関係のことをいろいろやってらっしゃるのも、はい、いわゆる次の世代、次の世代、まあ、100年単位かもしれないけど、次の世代に、うん、僕はどうしたいのっていうのをご自分自身に聞いていて、で考えすぎてどうしようってなっちゃうこともあるかもしれないんですけど、その井出さん の, そのすぐ結果出ないことに対して、なんだろう、あんま心配しなくていいみたいなんですよ。なんて言ったらいいのかな。なんかこう、みやびに生きていけばいいんじゃないかと思うんです。みんなしようとか言うけど。みやびに生きる、うん、うん。すごく思いますけど。みやびに生きるって何ですか。もうなんかちょっと部分的になんかもうマロ言葉で喋ったんじゃないですか。おじゃるとか。ここに何か。そう、ここにつけて、そうそう。あ、なんか、僕より長い帽子をこう、それかね、これ。なんか、いや、良きに計らいみたいな感じでいいんじゃないかなと思うんです。え、もうそれも今も結構ないですか。なんか、良きに、いや、ユジさん、思ったより井出さん、考え事してるねん。いや、そう、めっちゃ考え事してるんですよ。そう。で、その考え事。スイングトゥーマッチ。考え事してるけど、2020年は考えてもしょうがなかった、イエイみたいな方がよくて。イエイでいいんですよ、井出さん。だから、1000年ぶりに、なんか僕は今炎上してる、じゃあイエイみたいな感じの井出さん。千年ぶりに蘇ったぜ、イエイみたいな感じで言うと思います。いやー、これだからさ、あれなんですよ、そのね、ユージさんに始まり、まあ、ほにゃららだけで言っても、宇野たまごさんでしょ、それから数秘のあずさんでしょ、あずさん。で、まあ、京都、友山真希さんと。でもっと言うと、俺、ここじゃないところで出会った人にも、同じようなことを言われたりしてますから。よかった。私、井出さんのこと知らないですもん。はじめましてですね。いやーね、でもなんかその、僕ね、だから、考えすぎっていうのはね、自覚があるし、最近ちょっとずつマシになってきたかなという気もしてるんですけど、まだそのリミッターの外し方がね、いまいち分かってないっていうか、そんなこと考えてる時点できっとダメなんだろうと思ってるんですけど。井出さんの苦手な言葉って多分あって、破壊と再生っていう言葉をあんまり真剣に考えちゃダメなんですよ、井出さんの場合は。で、ユジさんは破壊と再生とか、私も破壊と再生っていう言葉をライトなエネルギーで言う、まあ、カモヤは能天気さがあるんですけど、で、井出さんの場合は破壊と再生っていう言葉じゃなくて、井出さんはその千年の都みたいなのを作りたかった過去性があって、で、その時の、過去性の記憶でちょっとすごいいい雅なお家に生まれてるんだけど、お家断絶かなんかちょっとなんか少年として傷ついたような時代があって、でだからその実は本当諸行無常って言おうとしたんですけど、ユジさんの方に書いてあったの、私だからちょっと言いにくくなっちゃったんだけど、破壊と再生じゃなくて、今回の人生井出さんはもう壊されない時代に生まれてきてるって思った方がいいんですよ。逆なんですよ。昔は本当に壊されたかもしれないけど、井出さんも壊されないために日本で生まれているので、別にニューヨークとかじゃないし、うん、だから今回は僕はイエイっていうことで全然、うん、僕は強運だとか僕ってすげえぐらいの人が井出さんにあるぐらいの方が井出さんはジャストフィットなんですよ。みんながみんなそうじゃないけど、ユジさんはもう宇宙とそれができちゃってるし、いちいちその言わなくても完全ダウンロード状態なんですけど、この手もいい。僕ってすげえ家、そうそう、そのぐらいだとよくて、今この話したら皆さん画面見て分かると思うんだけど、井出さん座り直して背中伸ばすんですよ。伸ばしました。それが自分の魂の言葉をもらうと背筋が伸びるってさっき言ってるんです、私。言いましたね。うんうん、だからこれで井出さんのチューニングは多分できたかなと思います。少しはお手伝いできたかもしれません。すごい。よかった。マジ？たける 2.0 ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。もう最近いろんな人に出会う。すごく上品なお公家さんだということで、今回もそうやって伸び伸びと
美しいものを見て、美しいものを創作して、子どもたちに未来を残すというお役目をエレガントにやっていかれればいいかなと思います。千年ぶりにね、蘇ったんですし、もうぜひ、もうこの世をもうハッピーな世界にね、うん、もうハッピーたけるがやっていただけたらと、本当に思います。もう、Don't Think Feel でやっていただけたらと、はい。今回は安全だよのためにユージさんがいてくれるんです、横に。なるほど。こんな効果、こっちか、こんな感じでサポート、ちゃんと、よくわかんない。サポートしますんで。なるほど。僕は未来を知りたかったって千年前に思ったわけ。うん。そしたらこんな変なのが現れて、そしたらなんかもっと言う、なんかもっとバグりなよなんか言われて、いろんな人が現れて、もっとバグれバグれって言われて、で、今があるみたいな、いいと思います。で、そんなに井出さんは多分そんなに宇宙チックに生きようとすると、疲れちゃうので、そんなに宇宙しなくても、本当に、なんでしょう。すごく悪い意味じゃなくて、すごく母性がある方なので、その母性を。確かに。うん。なんだ、別にさ、ほら、オカマとかそういう話じゃなくて、本当の内なる母性、全然違うんですよ、オカマとかじゃなくて、その内なる母性があるので、それがにいつもにじんでるぐらいで、全然ちょうどいいと思います。そう、井出さん、やっぱ優しいですよね、もうそのなんか、そう、やっぱりこう、はぐれ者を作らないみたいなマインドがやっぱりすごい感じられて、もうね、すごい愛があって優しいと思います。すごい愛がある。はいはい、でもそれが思考で出し惜しみっちゃうの。そうですよね。それがもったいないですよね。もったいない。うん、はい。もっと通貨で、常時接続で 5G タケルでいいんだと思います。あ、そうそう。はい、でも、タケルって名前もいいですね。いや、本当に。ありがとうございます。うん、すいません、長く喋りました。あれすれば、ちょっと話戻って申し訳ないんですけども、なんだっけ、破壊と再生ってキーワードの時に、あ、違う、諸行無常がっていうので、なんか僕のとこに書いてあって、うんぬんっていうのがあったのを僕は実は聞き逃さなかったんですけども、あれって、どういうあれですか？なんか、僕が諸行無常でもういい加減次のステージに行けってそういうことですか？じゃなくて。あ、井出さんのキーワードで諸行無常を今日言おうと思ってたら、あ、はい。ゆずさんの方に出ちゃったから、あ、なるほど、そういうことなんですね。なんかそのシンクロニシティとしては、出て嬉しいんだけど、なんか本からの情報みたいになっちゃったっていうだけなんですね。あ、そう。なるほど、なるほど。はい。で、そう、ゆずさん、そう、ゆずさんが書くその変化とか破壊と再生っていう言葉は全然その、良きことがこうクレッシェントになっていくような言い方のエネルギーなので、はい、滅亡とか、なんだろう、ズゴーンみたいな感じではないで、はい、ではない、はい。やっていて、そう、ちゃんとハートで生きてる人とかは、2020年守られてましたよね、はい、本も買えるよね、みたいなところの前提は、きちんとこう保険があるっていうか、なんか、はい、で、その、ユージさんの宇宙愛みたいなのがあるので、それはそれで、何も心配がいらないと思います。ありがとうございます。うん、そう、カタストロフを僕は狙ってるわけでもなく、そこを想像してるわけでもないので、だからそういう意味での、やっぱもっとこう進化するために、冷静上げるための一回そのステージを終えるってことの破壊再生だよとかっていうような庭を使ってるはずなので、そうですね。やっぱりそこ、それはやっぱり本当脱皮というか下脱というか、なんかそこを意識しては、はい、書いてるつもりですね。うん、はい。なので、ちょっと今日はまあちょっと本ネタもあるので、そこをちょっと触れると、まあこれでも前もなんかで言ったような気もするんですけど、やっぱりまあ僕ら多分3人という方もこれ見てくださってる方もそうだと思いますけど、やっぱり言葉を使う動物であり、まあ人間とほら他の動物と違うのは言葉があるってことじゃないですか。で、僕今回この風の時代になって、ちょっと話がちょっとずれる感じで大変恐縮で申し訳ないですけども、やっぱり言葉を、その言葉が持ってる意味、つまり辞書的な意味で捉えるのか、なんかそれ以外のプラスアルファのバイブスで自分の体に栄養としてというか、そのバイブスを摂取するのかによって、もう全然変わってくるような気がするんですね。だから本を読む読書っていうことが、まあとか、ことっていうか、まあ、読書のリテラシー 2.0 みたいな、なんかそこはすごいこれから大事になってくるんではないかなっていうのは、うん、すごい個人的には思ってますね。そうですよね。本当に本だけは、あった方がいい。はい、思います、本当に僕も。だから、まだ実はこれ、プロジェクトとしてガチで立ち上げるフェーズになってないから、まだ実はこれ非公開、まあ非公開とか言いながら、これ喋ったら公開になっちゃうんですけど、本当に図書室か図書館か、さっきもね、ちょっとお伝えしたように、を作ろうと思ってます、本気で。なぜかというと、やっぱり、風の時代ってやっぱ精神の時代だとすると、絶対言葉がやっぱり必要になると思うんですよ。はい、なので、それを本当に有志で、
作っていくってことを本気でやろうと思っていて、でそこにはさっきもお伝えしたように、そのパワー本とはまあ、称さないけれども、パワー本を、集めた書棚とか、コーナーとか、まあ、あと図鑑とか、まあ、そういうところをなんか作ろうかなっていうのを、ガチで、もう今年からガチでやろうと思ってます。はい。はい、素晴らしい。はい、すごいですね。これがだから多分風の邪のリトリートみたいになるんだろうなっていう感じもして、だからニューエイジ的リトリートは、むしろご飯でも睡眠でも何でもなく、その領地のバイブスに、偉人、賢人、なんとかのバイブスに身を沈めることなんだ、みたいな、そこに身を浸すことなんだっていうのを一個提唱しようかなと思ってて、はい。なんかそれはちょっとやろうかなと思ってます。いや素晴らしい、本当に素晴らしいですね、うん、いえいえ、とんでもないとんでもないです。なのでもしかすると、うん、ユージが気が触れたらですね、クラウドファンディングとかもしかするとするかもしれませんっていうアナウンスをちょっとここでやっていこうかなと、まあ、まあ本当にまだね、うんうんうん、まあ、青写真ができてないんでいくらかかるかとかわからないんですけど、何かそういう場所は地ってね、知性の地ですけど、そういう場所は作りたいなと個人的には思ってます。素晴らしい、はい、クラウドファンディング、はい、クラファンだかなんだかで、ユジファンだかでご協力できることは、はい、パンパンしながら尻尾振りながら行きます。はい、でも実はですよ、本当の本音は僕クラウドファンディングせずに作りたいんです。へえ。うん、はい、なるほどね。もはやそのお金じゃないところでファンディングしてもらって、まあしてもらってって言い方あれですけど、作りたい、うん。まあそこは今から、うん、プロジェクトを設計する段階なので、今は、そこの、段取りをね、組んでるところなんですけども、うんうん、それがある程度公開できるフェーズになったら、やろうかなとは思ってます。うんうん、はい。素晴らしい。素晴らしいと思います。いえ。でね、これ、ぼちぼちあれですかね、某井出さん、みやびな井出さんはですね、あれですかね、マキさんの方のネイタルの、あれ来ます？そうですね。いいですか？今日は役に立たないかもしれない。今僕のこの手元にはマキさんのネイタルがあるんですけど、はい。はい。これ見ちゃっていいんですか、普通に。マキさんいかがですか？いや、後で、郵便口座教えてください。お礼お支払いします。いやいや、勘弁してください。もう勘弁してください。いや そんなことおっしゃったこと今まで知りもなかったもん、全然。いや、もう本当に、もうご勘弁ください。もう僕、ほら、バイブス読んでいただいてるんで、もう全然大丈夫です。ユジファンがみんな喉から手が出る機会を私が先にもらってますけど。いえ、もうこれはもうほら、もうそれもホニャララゲストなので、もうそれもそういう、もう話の流れの中なんで、はい。わかりました。ぜひぜひ。ありがとうございます。はい、じゃあ、いやいや、こちらこそ。もう大喜びで。ありがとうございます。ぜひ。ありがとうございます。逆に、僕、これ皆さんにいつもにこうお聞きしてるんですけど、何を特に知りたいとかですね、何をちょっと聞きたいとか、何が気になってますとかありますか？なかったら、まあ、さーっと僕の方からお伝えしていくんですけども。普段人様を読んでるので、もう人様に読んでもらうっていうだけで、はい、もう何もリクエストはなしです。なるほど。はい。わかりました。じゃあ、僕の方から、じゃあ、お任せメニューでいきます。はい。まず、すごく面白いなと思ったのは、マキさんの基本的な、まあ、伊手座でね、伊手座でいらっしゃいますけども、ね、基本的な、エネルギーの指向性というか、どこに、その、神エネルギーが流れるというかですね、ま、僕いつも言ってるのは、ほら、息をするようにできることがその人にとっての才能であり、ギフトですよ、ってよく言ってますけど、うん、それが、対象物を輝かせるっていうエネルギーを持ってる方なんですよ。つまり、だから、さっきのお父様の話もそうだし、台所を磨いたらなんか変わったっていう話もそうだし、つまり、なんか何かの、まあ、砥石だったりとか、なんかそういう、こう、まあ、ブラッシュアップするものであったり、だからまさにアップデーターみたいな、あとはおっしゃった通り、自分に何かを転写する、もしくは自分が、そのなんか、よりしろみたいになるっていうエネルギーも当然お持ちなので、はい。なので、そういうようなエネルギーを使って、まあ、だからよりしろ力とか、こう、下ろしてくる力を使って、それを誰かに伝えることによって、その人が劇的に変わるんだったら、それこそまさに、まあ、上から与えられた道を生きてるということになるんだろうなと思います。ありがとうございます。うんうん、で、ですね、これすごく面白いなと思うのは、マキさんっていう方って、実はものすごく豊かさ力が強いんですよ。
豊かさっていうのは、もちろん超雑に言っちゃうと、お金とかはそうでしょうし、まあお金とか不動産とか、まあなんかその物がいっぱいあるとか、そういうことかもしれませんけど、でも、その豊かさを、だからプラスにもできるし、ある意味マイナスにもできる。でもそれは、豊かさをマイナスにするってことは、なんか貧乏になるとか、落ちぶれていくってことじゃなくて、まあ余計、まあいっぱいほら水もそうですよね。一箱にありすぎたら腐っちゃうから、何を抜いて、何を足すかみたいなところのエネルギーを、その身に転写されてる方なんですよ、うん、だから裏を返せば、うん、マキさんに触れると誰かが急にお金持ち、まあ、お金持ちって言うことあれだけど何かをやることによってお金持ちになったり豊かになったり仕事がヒットしたりなんかわかんない本が売れたりっていうことがなんかこのエネルギーとしてバイブスが伝わっていきますよっていうそこのなんか豊かさ柱みたいな方なんです、うん、はいはい、だからあそこの愛のエネルギー火事もうだから物は別にそんなね、うん、気に入ってるものだったら無理に捨てなくていいしなんかこれはあの自分を褒めてあげたらいいしとかみんな頑張ってるんだからそれでいいんだよみたいなだから本当にそういう意味での、 あのその需要力っていうかです ねそういうようなやっぱり豊かさにあの溢れた本だったなとも思いますししかも、いて座にそういうのを全部集約して持ってるからこそのなんかいやいやもうみんなそんなやらなくていいんだよっていうなんかそのと突っ込んでいく力、ぶっ込み力みたいなものがやっぱりすごく強い。うん、のは、まあちょっとこれ正確にちょっと今日はまあネイダルちょっとバラして言っちゃうと、やっぱ太陽がいて座で、月が魚座だから、多分、まあできることなのかなと思います。なんでかって言ったら、魚座がこうバリアを溶かす力、いて座がこっちだよってこう人を導くガイドみたいな力があるから、はい。だからやっぱりその人の心にとのバイブスがうまく浸透していくし、だからこそ、そうですね。業界が違ったりとか、まあ分野が違うとか、まあいろんなその、なんていうんですかね。まあ、人の、まあ種族って言ってしまったらなんか、もうちょっと違う意味に取られたらあれですけども、そういうのを超えて、なんかそのバイブスが伝わりやすい方。だから本とかメディア、まあ YouTube のチャンネル僕も拝見しますけども、とか、っていうのも、やっぱりいろんな方にやっぱり届けやすい方なんだなってすごく思います。いや、ゆじさん、わかった。YouTube ダメよ。YouTube そんなに上手じゃなくて、どうしたらいいですか？いえ。ですね、でもそれは、実は今回のマキさんの課題です。どうやったら、これが面白いところなんですけど、なんかその境界をぼかして突っ込んでいくっていうのが、できるのはいいんだけども、でもできるのと、なんかいい感じでこう広がっていくとか、いい感じでプレゼンテーションすると、実はちょっと実は別のスキルなんですよ。はい、はい。うん。だって、ぶっ込んでいける人が、じゃあ必ずしも全員社会から受け入れられるってわけではないですよね。はい。だから、どうやったら、だから社会から受け入れられるかっていう、ある意味、メタ認知というか、自分もちょっとその、ちょっと遠いところから見て、どうやったらもっとみんな見てくれるかなとか、どうやったらその言葉が響くようになるかなとかっていうところを研究していくと、すごく、まあ、伸びるっていうか、らしさがもっと伝わるのかなと思います。例えば本もそうですよね。内容がすごく良くても、タイトルと表紙の絵が良くなかったら、絵っていうか、想定が良くなかったら、伝わるものも伝わらなかったりとか、はい。うん、だから YouTube も多分そうで、扉のね、絵っていうか、よくありますよ。サムネイルが、なんか、いいか悪いかによって、やっぱクリック率が違うとかね、そういうのもあったりするから、だからそういうところを研究していくと、実はコンテンツっていうか、その、ポテンシャル、中身はもうもちろん、まあ僕にもおかましい話なんですけど、すごくあるので、あとはそれをどうやって社会に拡散していくかっていうところが、今回のマーキさんご自身の課題です。めっちゃ笑ってる。いや、ね、最近ネットで有名な歌手の方が自分は出なくてもいいけど、はい、自分の歌だけ出ればいいっていうおっしゃってたのですごく共感していて、はい、私自分かもやまきが表に出なくても本が出てけばいいとかいうところで、はい、ずっとそこが居心地いいって思うタイプなんですよ、はい、自己顕示欲がすごくないのは保身多分出てると思うんですけどこれ自己顕示しろって、はい、しろってユジさんが言ってるってこと？もうビーザスターです。はい。もうビーザスターです。はい。繰り返しちゃいましたけど。はい。分かったような、分かった。いろんな人にそれ言われてるんです、ずっと。はい。そう。なので、そうなんです。やっぱり見せ方って、ある意味、だから僕も多分これは、さっきの、まあ、このパワーを封印するためでもあるんですけど、セーブするためでもあるんですけど、やっぱりもう、この、ある意味なんかもうセットみたいになっ
ってたりもするじゃないですか。うん、はい。まあ、僕の場合は、わざともちろんこうやってやってるんですけど、わざとっていうか、いろんな諸事情でやってるのもあるんですけど、なんか自分らしいそういう、なんか、これイコールマキさんみたいなのを作ってもいいし、はい。もしくは、なんか名前がすごい、まあ、バグってるのか、チャンネル名とかですよ。もしくは、なんかキャッチーな風に切り替えるのか、だから社会での認知を広めるっていうことを意識していくと、もう上司からめちゃめちゃご褒美が出ると思います。はい。ありがとうございます。なんか、どうかわからんのだが、まあ、わからん。井出さん助けて。やばい、なんか、マキさんがさっきの井出さんみたいなモードになってるね。すごいことになってる。なんか、見せ方なんか全然、なんとでもできますよ、とかって。じゃあ、すみません。井出さんとユジさんに、鴨屋マキさんが見せ方をいつか教えてもらうということで。わかりました。いくらでも。そういう感じですかね。ありがとうございます。課題が。まあでも、そうですね。僕がまあお伝えできることというか、まああとは多分もうご自身でも分かってることだと思うので、そう。で、まああとさ、おっしゃった通り、なんだっけ、そうです。痛子力みたいなやっぱり多分すごい強くある方ですから、うん。だからそこは、まさに金脈にもなっているし、どんどんまあ、使うって方はあれですけど、その読む力っていうのは、天性のギフトなので使っていただいて、もちろん、いいと思います。はい。うん、この痛子力って、さっきおっしゃってた、はい、どっかで気づかれたってことなんですか？もともと自分にはその力あるなってご存知だったんですか？手で物が読めるようになったのは本当に40を過ぎてからなので、その、亡くなった人と喋れるんだなって分かったのは、やっぱり写真を読むようになってからなんですけど、あと、夫の親友が亡くなった時に、4人同時に雪崩で亡くなっていて、写真を読んだ時に、その、皆さんの、言葉が飛んでくるんですよ。亡くなった時の。で、人が亡くなる時って、割と皆さん冷静なんですね。例えば、何らかのこう事故アクシデントで亡くなった方でも、その肉体から離れて自分が今その死んでる状況だっていうのを理解し、どうやって家族に伝えたらいいんだろうとか、大根切ってる途中だったとか、そうで、後々からその後私通信すると、あの時夕ご飯作ってもう散らかったままでごめんねみたいに言ってくれるとかいうことだって、でそれは当事者しか知らない話で、私は事前に聞かないので、うん、でこの間最近来たお客さんは、身の丈に合わない着物を20枚ぐらいあるけど、あれは捨てていいよ、特に小豆色の着物は捨てていいよって言ってますけど、って言ったら全部合ってたっていうことなので、そう、あと、まあ、ちょいちょい喋るのがもう、今から40年ぐらい前に亡くなってるお父さんが今の成長した50歳ぐらいのお嬢さんに向かって、食器洗い機買えばって言ってくるとかなので、人が亡くなるっていうことは肉体は置くんだけど、その生命体としての、情報網みたいなのはあるので、でもかといって普段からこうやってお化けって出てくるわけではなくて、私見えない世界は全部私たちの仲間とか味方、見えない世界を下げ進まないんですよ、私は。たたるとか、つくとか、キツネとか、水子とか、そういうふうにキツネに申し訳ないし、赤ちゃんに申し訳ないし、亡くなった方に申し訳ないので、現世にいる人が上から目線でその亡くなっている人を蔑む見方しなくて、むしろ同一線上にあるから、同一線上にあってアドバイザリースタッフだから、お墓は60万円までにしてくれとか、そういう話をしてくれるんです現実的なアドバイスなので、その痛子能力はいつからですかってご質問で、ごめんなさい、話ずいぶんそれちゃったんですけど、いいえ、そのやっぱ10年ちょっと前から写真を読むようになって、一番愛する友人が亡くなったっていうそのアクシデントから、なるほど、まあ、亡くなった人はきちんと礼儀正しくそのキャラクターで喋ってくれるので、このまんまですよ、こんな感じで喋りますよ、別にうーとか憑依する必要もないので、はい、大丈夫です、すごくフレンドリーです皆さん、うん、面白いとか言っちゃいけないのかもしれないけど、うん、あ、全然、面白かったです、すっごい面白いです、
本当面白いって言ってください。本当に面白いですよ。じゃあ、通常はそういう、まあ、セッションというか鑑定というかを、今でも やってらっしゃるんですよね。やっているんですけど、はい、今ちょっと原稿の仕事を進めなきゃなんなくて。あ、なるほど、はい。この2月3月ぐらいはちょっとまあいろいろほら世の中もあれなのでね。まあそうですね、おっしゃる通り、はい、うんうんうん、なので、2月3月ぐらいはストップしてるんですけど、あのアメーバーのアメブロの方から入る窓を開ければそこから入れるようにはいつもしていました。あ、はい、なるほど。なので、まあ、多分こちら側で見てくださってる方たちも、はい、まあ、鑑定希望とかがいらっしゃれば、ね、あの全然あの見てもらうことは可能だっていうことですね。多分今日の内容をお聞きすると、多分鑑定受けたいとか、あ、なんかうちのおばあちゃん何言ってんだろうとか、多分見てほしいっていう方結構いらっしゃりそうだなと思ってですね、はい。なるほど。チーム、あのちょっと気になる言葉、マキさん取り乱さなかったんですかっていう質問が来てたんですけど、あの全然取り乱さなかったです。大親友が亡くなった時には死ぬのが実はちょっと予感というかね、うん、していたので、あ、やっぱりだなっていうところで、で夫に今なだれて胸が苦しい、息ができないっていうところだから、今なだれに全員会ってるみたいだけどっていうのを12月の28日に話したんですね、はい。それには、あの、多分私自身が恐怖とか怖いっていうエネルギーだと読めないんですよ。私がこう今すごく透明なエネルギーで喋ってるんですけど、自分の白い画用紙みたいにしてる状態で人様を読むっていうことによって初めていろんなところと通信ができるのに、自分が、あ、死んでる人はたたったら怖いとか、私に憑依したら怖いとかいうのは全くないです。むしろものすごい愛情を感じて仕事をしているので、人を読むのは大好きで、これは宇野卵さんと一緒です。そこは僭越ながら僕も同じでですね、やっぱり僕も転写、そう、転写するので、だからやっぱりあのおっしゃる通り、あ、なんか、うん、さっきコーラ飲んだよねとか、本当になんか昨日何とかやってたよねとか、あとはなんかどこどこがしんどいよねとか、うんうん、なんかそういう感じで見ていくんで、だからそれはなんか僕も激しく同意ですね。ゆじさんも変じゃん。で、ゆじさんも変じゃん、コーラ飲んだよねって。私もなんかさっきもやし食べたとか言っちゃったりして、鳥取砂丘の話してたとか言っちゃって、いや、あとハワイ行く話してたよねとか言っちゃう時があったりする。はい、ゆじさんと私は多分。そう、あの近いと思いますね。だから星で見ると面白いんですけど、マキ、うん、さんは実はさっき40、え、違うな、ある時からその力がなんとなく出てきたって話があったと思うんですね。あの、お話がもし理解が間違ってなければですけども、で実は僕は今回の人生はそこを卒業する人生で、その転写は、うん、でそれ以外のところを今度は開発していく人生って星では出てるんですよ。で、マキさんは逆に言うと、そこの転写能力をどんどん獲得していく人生って出てるんですよ。うん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 、はい。ありがとうございます。だからそこがなんかこの、なんか片やデクレッシェンド、片やクレッシェンド。いや、まあデクレじゃないですね。まあ卒業ですよね。なんかそれがすごく面白いなってお話を聞いてて思いました。うん、で私先生術がすごく好きなんだけど、先生術師になろうって一回も思わないのは、多分、過去世のどっかでかなりこう人をコントロールしたことがあるんだと思うんですよ、うんうん、未来にはこれがあるんだみたいに言っちゃった偉いなんか教祖様みたいなことをどっかでやってて悪さし尽くしてるので、人の未来は絶対読みませんって。なるほど。未来はあなたが作るのであって私は作らない、はい、友や牧はあなたのそばに24時間いないっていうふうに分けていて、あのとにかくその愛のエネルギーずっと発してると絶対うまくいくよっていうことを、あとお任せしている感じですね。確かに。でも星でもそれ実はドンピシャで出てて、いや、悪さかどうかはちょっと僕は研究しませんけども、実はあの未来のことをやることは今回の人生はもういいって星では出てるんですよ。そうなの、うん、ありがとうございます、はい、本当にしないもん、はい、うん、でいわゆるその教祖って方は怖い言い方ですけど、いわゆるそういうこうなんか俺の言うことは、うん、お前らでもキャーみたいなポジションをやるのも、うん、もう今回の人生はやらなくていいよって出てるんですよ。ありがとうございます、はい、よかった、その通り。でもなんか答え合わせがお互いにできてよかったなっていう感じが、うん、はい、すごいしますけども、ありがとうございます。
まあ、まあでも逆に言うと、だからこそ、そのお父様の件とか、まあそのね、親友の方々の件とか、まああとはその過去の、つまり亡くなった方たちのところを読んでいくっていう力が、まあ授けられてる、もしくはそこについて磨いていかなきゃいけないよっていうのは、そういうことなのかなって、うん、思いますね。うん、そうですね。はい。なんか変な質問なんですけど、僕この仕事これ今ずっとこれやってていいんですかね？あ、ゆずさん、あれ固まってますか、もしかして。うん。違うの。後ろに聞いてた。あ、なるほど。お若いので、その、タスク、要は、道具立てが、まだまだ、これ一本で行かれるわけがないじゃないですか。さっきも図書館って言ってましたけど。まあまあ、そうですね。いろいろもやりたいことがあって。はい、そう、だから、未来のその仕事が、その星占い、うん、占いという言葉変だな。なんて言ったらいいんだろう。未来読みをしつつ、自分の盤石な、こう、お告げ通りに、どんどん、こう、ステージアップしていく可能性があって、でも常にそばに、手相を見るとか時期を見るとか方位を見るっていうことがあって、多分1対1もすごく好きなんだけど、それだと間に合わない感覚が出てくるはずなんですよ。私もそうだけど、今そんな感じです。今そんな感じです、うん、はい、そうで、もう全然間に合わない、はい、水平線の向こうまでその展開、星がやれって言ってることが時代の変化に合わせてどんどん出てくるので、そうすると仕事が多分6個ぐらい同時進行で行くので、はい、でもその中でこけないように未来読みをするっていう能力が多分あると思います。絶対こけない、盤石なパターンとして、それはあるかなと思います、うん、なるほど。でも実際今ってもう今、まあ、特に今ってか今年からその仕込みに入っていて、そうですよね、はい、本当になので、うん、今本当にリアルでプロジェクトマネージャーというか、もう本当現場マネージャーみたいな人いないともう回んないなっていうような現状もあって、ね、うん、だからちょっとやり方を考えないとなとはいろいろ思ってます、うんうん、はい、だから必ず1対1をやるときと1対100とか1対1000とかをやるときと、多分、うん、ずっと二人三脚みたいにユージさんはやっていかれるだろうし、その一対一の占いだけで行くわけがないと思います。もっとだと思います、うん、そうですよね、まあ、実際まあこの 某ウイルスの件もあって、今個人鑑定もほぼほぼ今やね、うん、もうなんていうんですかね、こうもうちょっと昔からの方とかちょっと訳ありの方しかやってないので、うん、はい、だからうん、もう今原稿系とか、まあ、あとそれ以外のイベントだったりとか、うん、まあ、あとはそうですね、それに近いことしかやってないんですけども、はい、まあでもちょっと住まいに関してはちょっといろいろやっていきたいなと、うん、まあ、図書館もねやっていきたいなと思っていて、うん、そうですね、いいと思います、はい、図書館の話をするとエネルギーが上がるので、はい、井出さんが喜ぶ、うん、そうだからやっぱり、うん、エネルギー上がるものは止められないんですよね。そう、図書館はもう本当にやらされてる感がすごくあるから、うんうん、僕のこれを考えちゃないんだなっていうのはすごく思います、うんうん、いいと思います。どういうやり方なのかちょっと私もピントはきませんけどね、うん、そのなんかあれですね、今日ちょっと久々に皆さんも見てくださってる方も質問とかあれば今から書いてくれたら、そうですね、うん、はい、そう、質問とかあれば、はい。でも、そのなんか、誰かが書いてくれるまでの間に、ちょっとこう、僕も伺いたいことがあるんですけど、まあ、今、ユージさんがさ、まあ、やらされてる感があるっていう言い方をされたじゃないですか。だけど、はい、まあ、その言葉の裏にあるものって別に義務感みたいなものでもないじゃない？どっちかっていうと、うんうんうん、そこに僕が感じるのは、その、さっきの言い方なんておっしゃったかな？その、透明な状態みたいな言い方をされてたと思うけど、うんうんうん、はい、とかね。あとは、その最近だとこう、アーティストのキングさんがここで語った言い方だと、その、画を抜くみたいなこととかね。で、それ、僕の個人的な興味で言うと、その状態っていうのが多分、そのさっきの百方位につながるんじゃないかという思いがあってさ。すごくいいですよ。百方位すごくいいよ。頭使わないっていうかさ、あ、使わないっていうのかな、なんかね、その思考に頼りすぎないみたいな。大丈夫、もっと使えるようになる。本当に？でも、うん、その、それって、例えばだけど、僕だけじゃないと思うんだけど、すごく難しいんですよ。その、画を抜くとかね、その、
まあ、それこそ恐怖心とか不安とかもこう出てきちゃうと思うしね。どうしたらお二人はそんなにこう、なんていうんですかね、ニュートラルな状態で入れるというか、来るものに対してこう、不動心のごとくこう受け止められるというか。それなんかあるんですか？コツが。ユジさんどうですか？でもユジさんやっぱりあの2017年の出来事のせいっていうのはありますよね。はい、でそうですね。これ今日言うかどうかちょっとユジさんと一緒で不幸自慢をする気が全然ないのでどうかなと思ったんですけど、井出さん、私あの右手が一回使えなくなったことがありまして、ユジさんと一緒なんですよ。で原因なしで、ユジさんも原因なしだと思うんですけど、はい、私はもうそうです、原因不明です、うん、そう、スーパーサラリーマンだった時に、頸椎の5番のヘルニアがある日突然起きて、で右手があの本当に使えなくなる、使えないというのは、まあ、ペンが持てないとか、いや会社はパソコンだったから問題ないし、字が書けない、ドアが開けられない、お風呂掃除ができない、激痛でもうどんどん筋力落ちてきて 色変わってくるぐらいのことが起きて、でその時に、私自分が右手を使えなくなるように自分がアファメーションって宣言ですけどした経験を思い出したんですよ、うんうん、で17の時に祖母が倒れて、倒れるって言ってもちょっと生半可な倒れ方じゃなくて、高いところからバッタンって落っこっちゃったんです、私の手をすり抜けてね、うん、でそれは脳貧血を起こして夜中にトイレに行った時に、受験勉強した高校生の私の手元から祖母がこう棒のようにバーンと落っこった時に、私あのこの手で人を助けられなかったって言って神様に言っちゃったら、それが40になった時が30年後に本当に手が使えなくなって、あ、やっちまったなって分かったんですよ、軽く。あの時の一言を自分でこうやって手使えなくしてると思ったんで、この逆ができるとまた分かっちゃったんです。なんだって神様ってすごいなって、ここで感激しちゃったんですよ。この手が治ったら人助けしようって私星空に向かって言ったんですね。そしたら、それができるようになったので、でもそのこの話をなんで今しなかったかっていうと、ヒーラーさんとかがみんなこういう事故に遭ってるっていう先入観をお客様に与えたくないし、そういうアクセントがないとヒーラーになれないっていうのも間違いだし、ユジさんとは確かに一緒だよって言って、なんかこの一緒感でこう共感する気もないし、もっとその魂一個一個の長い系譜があって、うちの父が視力がなくなったように、私は右手が使えなくなってまた使えるようになったみたいな、そういうようなものだから、だから一旦失って見えるもの、家事もそうなんですけど、失ったものに不幸なものはないよっていう言葉はこの辺からも来て、一旦右手の機能がなくなったにしても、またそれを何みんな言ってよ、だからあの神様に自分の言葉で、またこれが治ったら使えるようになりますっていうふうにみんなも言えばいいよっていうところが、私のその達観、井出さんのご質問で言う、なんでその達観してるんですかって言った時に、一個一個自分が歩いてきた、高校生の時から歩いてきたものとか、そういったものが全部むっちゃ使えてるじゃんみたいな、最後武器になるんだみたいな、ばあちゃん落としたこともみたいな、そんな感じです。でそれ以外に、私街を歩いててもやたら人が倒れるシーンに遭うので、多分みんなは会わないと思うんですけど、私50回とか60回とか会うので、倒れる。でしょ？うん、そう。倒れる人をあの助けなさいっていう使命は、あのそのシンクロの置き具合で、だから怖くない、人が倒れること、死ぬこと、全部が怖くない、まあ、死人と喋れる、あ、ごめんなさい、言葉悪いですけど、だから井出さん、その死が怖くないということもそうだし。あのみんなの悲しみの裏側とか、なんで死んだかとか理由も分かると、悲しんでる人も言えるし、だからそのワンネスってすごい、そのユジさんが持ってる階層、地球があって、ワンネスってドーンってずっともう何億光年先まで、ユジさんがキャッチする方向のところまでずっと私たちは光の粒子でつながってるとか、そんなことも思うから、あんまり細かいことどうでもよくなって、井出さんに100歩置いて言えちゃうとかいう話になりますね。なるほど、はい、長くなっちゃうな、すいません、自分のことばっかりで、ありがとうございます、とんでもないっす。
いや、今日本当は井出さんと由里さんの話いっぱいしたかっただよ。いや、したかったというか、もういや、まだまだ全然時間があるんでしてくださいよ。もう全然時間がいっぱいあるんで。全然、全然。僕はもっと井出さんの話が聞きたいですね。井出さんのっていうか、井出さんに対しての。あ、井出さんに対しての、あ、わかんない。そういう話じゃなかったんですかね。井出さんの話、そういう意味じゃなかったですか。いや、なんか、どう言ったらいいのかな。とにかくその、今日は本当に呼んでくれてありがとうございますっていうのとかいっぱい言うはずだったのにちゃんと言えてなくて、井出さんのその千年計画みたいな、井出さんのこのハイヤーセルフが持ってるそういうなんか奥深さみたいなものはすごくもっとフィール感じてずっといてもらって、すごくその千年も今日の一日からみたいな、なんかそういう感じでいいんじゃないかなとか思ったりとかするんですけど。そうですよね。でも本当に高速激しく同意ですね。井出さんもっとこうなんかキャッホーっていうかね、もう本当あのもうガチでなんか リニューアルっていうのはちょっと違うんですけどね、なんかもうもっとこの辺にあるものがいっぱいあるはずだから、はい、出してくれたら楽しいなと個人的には思ってます。なんでさ、それってさ、それ多分さ、たくさんの人がそれに近いようなこと思ってると思うんだけどさ、その、うん、特にユージさんとかマキさんの鑑定を受けたような方たちはそうだと思うんだけどさ、なんでこう本人は分かんないんだろうね、そういうのって。でもさ、言われるとなんかさ、やっぱこうぐさっとくるものがあるというかさ、ごめん、うん、そういう意味じゃないですよ。うすうす気づいてたけど、ずっとこう、うんうん、こうやって生きてきましたみたいな感じってあるじゃないですか。あると思うんですよね。はい、はい、はい。なんか例えばなんですけど、井出さん、あの自分の年齢ってまああるじゃないですか。この年齢枠の中で考えることってあります、はい、人生を何歳だから何をしようとか。いや、あんまないですね。あ、よかった。そう、自分の年齢が1500歳とか3000歳とか思ったことってあります？あ、ないですね。それはない。俺40歳、今40歳だけど、まだまだ青臭いぐらいにしか思ったことないです、ね。あ、わかった、わかった。青臭い、やめてください。禁止令です。禁止令いただきました。禁止令いただきました。青臭い禁止です。禁止。禁止。自分が40年しか生きていない子だってっていう風に自分に刷り込んじゃうんですよ。あ、40も禁止。40はいいんだけど、40歳しか生きてない青臭いが禁止。あ、なるほど。うん、でそうすると、輪廻転生は大丈夫ですか？信じられます？はい。あ、そしたら自分の年齢は今は40歳のふりしてるけど、1500歳とか3000歳っていう累積年齢が過去生からの記憶全部体の中に入ってるっていうふうに思うことは可能ですか？デーモン小暮方式ですね。あ、デーモン先生もそうなんだ。デーモン小暮ってそういう意味だったんだ。いや、わかんないですけど。だってあの人だったら1億何千歳とか言いますよね。あれだって悪魔だからじゃないの。あ、そう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 。まあでも、まあそういうことです。まあ、極端に言うと。あの、くすぐる言葉の表現として。なるほど。40年しか生きてないだと、とか20年しか生きてないと思っちゃうと、すごい未熟な人っていうふうに今の教育界は言うんですよ。あのまだ20歳だから何々だよねとか、40歳だから何々だよね、青臭いよねとかいうふうに言っちゃうんですけど、もうちょっと本当人間の命の脈々とつながってくる、まあ、過去生の記憶とかって体内に入ってるんですけど、井出さんの今過去生の記憶体内に入ってるって言ったら井出さんの体がキュッとすごいいい力が出たんですけど、その力強さみたいなものを、細胞からずっと全部記憶してくれてるので思い出す。俺は40歳のダメなやつ、何青臭いやつっていうんじゃなくて、あ、俺今この世で生きててそのベリーグッドなんだみたいな感じなんですよ。これ今映画だったらそろそろの全然前世がこうそろそろ流れ始めてるから、ね、ランドウィンプスね。でこれはその今生きてる人全員に言えて、なんか20歳だから80歳だからって言っちゃダメで、一回きりの人生じゃないから人って。なるほど、うん、全部こうミルフィーユどころかもう本当に 何個ずっと何百個って重なってきて、今このオーダーメイドしてこれで生まれてきてるので、この肉体とか日本でとか、このなんかこの髪の毛とかこの雰囲気とかで生まれてきているので、フルオーダーで井出さんが最高のオーダーメイドなんですよ。井出さんってうん、うん、
そう思うと、あのちっぽけな井出さんじゃなくて、過去生からのそのなんかジェームスとかワトソンとかいろんなのも含めてのあのマロとかも含めての井出さんの、全部が全然普通に毛穴から出るようになるんですよ。なう、たけるですみたいな、そんな感じになってくるんですよね。なるほど。そう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 。その深い呼吸がすごくいいんです。今のふって呼吸入って、肩甲骨開いて、肩甲骨、あの肩が開いて、前のめりにならなくて、そう。それが、あの、神様、皆さんほら神様とか宇宙とか話とか、例えば私がこうやって話をすると、何偉そうにとか、その上目線とかいうふうに言われちゃうんですけど、本当に見えない世界とか神様を信じると逆に謙虚になるんですよね、うん、命をもっと大事にしようとか自分をもっと大事にしようって思うので、だからその例えば私はまあ57なんですけど、もう57になっちゃったっていうと私の体は下がっちゃうんですよ、勝手に。その言葉を嫌だって体が表現するんです。でもその57なんだけど、あのまあまあ元気だなっていうふうに言うと、私はこうピュッてこう体が伸びるので、そういうふうに皆さんは、亡くなるまで95までゲラゲラ笑って死ぬ、95にとか、ね、100ぐらいになった時にバカ笑いしながらいいお葬式をして死んでいく、で来世とか早、死んだ後に見た時に、あんなに俺いいことやってたんだって井出さんすごく思うはずなんです今回。めちゃめちゃ思うはず。それはユジさんなんかも、ユジさんもかっ飛んでるから全然、もう今からこんなにいいことやってるって、限定でずっと、もうずっと細胞にユジさんは入っちゃってるんですけど、全部。でも、イレさんはそこを、ものすごい刷り込んだ方がいいです、自分の中に。はい。愛の完全摩擦ですね。そうそうそう。よし。ありました。あ、よかった。あ、よかった、よかった。すごくいいです。いい感じです。ありがとうございます。とんでもないです。ではい。結構そのさっきのやっぱ透明を保つのがと透明感がみたいな真っ白なキャンバスがとかあるけど、多分今のお話で若干答えになるんじゃないかなと思う。神聖たける。伊勢さん、神々しい。ありがとう。井出さん、いいな。いいだろう。井出さんラブですよね。そんなことない。いや、でも、ユージさんを主役に立ててらっしゃるんですよ、いつも。ユージさんを主役に立ててますね。ありがとうございます。ありがとうございます。だから、こんなにいいことやってるって、毎日言ってていいと思います。はい、よかった、そうね、それでもそうなんですよね。透明な、でもこのホニャララのですね、本当に初回の方とか最初とか見返したことは僕もあるんですけど、実はやっぱり井出さんの感じがやっぱすごい本当に変わってきてますよね、はい、それはすごく思います。私も思います。よかった。バウンドバウンド。すごい思う。まあ、最初手探りだったっていうのももちろんありますけど。まあそうですね。でね、大きいのはなんか、俺、一つは例えば、ユージさんのことで言うと、このホニャララは当初はっていうか、ユージさんには、わざわざお付き合いいただいてるみたいな意識がすごい強かったんですよ。だからなんかの形でお返ししなきゃとか、いつか何かできちんとお礼しなきゃとか、なんかそういうすごいのがあったの。でも最近は、まあ、それがないとは言わないんですけど、もうちょっとなんか一緒にやってるとか、一緒にやっていただいてるとかっていう意識の方がすごい強いから、これを、なんかユージさんに還元するっていうのももちろんあるんだけれども、それと同時に見てる人たちとか、あとはここに出てくださる人とか、中で関係してくださる人とかに、いかにこう、還元するかとか、この面白いことをどれだけこう、世に広められるかとか、っていうふうにね、はっきりと意識は変わってきました。今の言葉は全身で出てるんですよ。今の良かったですよね。すごい良かった。今のすごい良かったです。ね、今のはもうぶっ込みだとか塩だとかってもういじることすらできなかった。もう完璧な、もう最初から最後の目頭点まで完璧なフレーズでした。ありがとうございます。そう、これでもね、これが出るようになったのはなんかすごい最近な気がする。
年明けてから気持ちいい。でもそれでお互い阻害することは全然ないんですよ。ユジさんのそのさっきも言った頭とハートとこの頭頂部のこの辺のエネルギーとの行ったり来たりは絶対その井出さんがそうなっても変わらなくて、むしろもっと喜びみたいな僕が横にいるのになんでじゃないけどなんかもっと輝いてほしいみたいな、なんかね、いやもうそれは本当何年か分かんないけど何年来言われ続けてるやつです。あ、すいません読んじゃってごめんなさい、読んじゃいました、すいません、よかった。一応自分なりには努力してるんですけど一歩が小さいもんで。努力いらないもんね、ゆじさんね。もう、ひゃはーでいいんです。そう。よっしゃ、ちょっと時間も押してきたからあれですけど、せっかくだから質問答えていただきたい。けど、ちょっとじゃあ手短にできるだけ数いきたいですけど、はい、頑張る。やっぱり、まず家事に戻りますね。11時33分のクーミークーミーさんが、はい、寝室に本がたくさんあると疲れが取れないと言いますが、どう思いますか？私、ベッドの下が本エリアです。はい。へぇー。これが答えです。はい。なるほど。どんどんいきます。苦手な家事に対する愛の注ぎ方のコツが知りたいです。あ、苦手意識ってやつね。苦手だなって、まず、あ、苦手って喜んでください。で、苦手だなっていうとこに、その苦手なんだっていう風な、そのジャッジメントはいらないんですよ。普通に苦手なんだっていう風に、わかります？この上がってる感じ。苦手なんだっていう風に上げてほしいんです。要は、飛び箱苦手とか鉄棒苦手っていうのと一緒で、その家事が苦手なんだって上げるだけでいいと思います。それが答えなんですけど。はい。はい。ちょっと待って、チャットが苦手っていうファクトに、なんかプラスもマイナスもそのなんかバイアスをかけないってことですかね。そう、苦手なものがあって、ユジさんがこれ本にデコボコで、世の中の人の苦手とかデコボコによって世の中が回ってるっていうのと一緒で、はい、そう、噛み合うっていうね。うん、そう、自分の苦手にビバ喜ぶ苦手みたいな、苦手ビバいいですね。それが、長所が伸びるんだよね。そうするとその部分を褒めることによってその人のもっといいとこが褒めるから、伸びるから、そうすると苦手が後からこうついてきてくれるんですよ。でも苦手をフォーカスして、私は家事が苦手だって 80% ぐらいのエネルギーを使ってしまうと、長所にフォーカスができない、見えなくなる。苦手だっていいです。苦手みたいな感じでいいです。なんか一遍に今チャットが飛んじゃった。まあでもそれありますよね。僕も全然掃除とか苦手なんで、もうなんならどうしようかなと思ってるんですけど。全然、はい、全然いいです。そうです、苦手って好きを極める対象としてあるんですよ。だから苦手をよく知ってて、それを含めて自分の 100% 好きっていう風にすると、長所ばっかり伸びていくような仕組みになってるんですね、人間って。確かに。私、数学、算数、小学校3年生の時に捨てたんですけど。はい。あ、すごい似てます。僕もそうですよ。僕もだって、小学校2年で僕算数に0点取ったから捨てました。だから、無駄なことをしなくて済むじゃないですか、その分。はい、まさに。そう。で、私、10の位から下ろすっていう言葉に激おこしたんですよ、小学校3年生の時に。ああ。引き算で。はい。で、10の位から連れてくるだったらいいのに、なんで高いところから下に物を下ろすように下ろすっていう、その算数の教科書を作った先生に、心から、その言語能力のなさに、心の底から激おこした小学校3年生でした。なるほど。そこで捨てました。捨てましたよ。やっぱその、やっぱり取捨選択ってそれ大事ですよね。早めに、それを無理やりやらされたり、無理やりやる必要がないので、嫌いだねーでいいんです。大丈夫。捨てたーでいい。確かに。そうすると、得意な部分が伸びるので、で、私、英語も結構ほどほどに捨ててるんですよ。そんな興味が、
興味が今も湧かないし、うんうん、さっきも言ったように先生術をやらないっていうのもそうだし、そのうまく捨てることによって自分の得意の部分を24時間の中に詰め込む時間がだんだん増えてくるので、私家事をほとんどやるんですけど、ほとんどやらないんです。この日本語わかります？夫が家事をやらない人なので、私が家事を請け負うんだけれども、がしかしやれる時間をすごくこう、圧縮する、やりたい時にやる、ご機嫌でやるっていうことに方向転換していることで、みんなが幸せになるならそれですごい神様が喜ぶはずだなって思ってます。なるほど。でもその辺の思想がでもやっぱすごい池座っぽいですね。その辺すごい池座っぽいですね。切り口がはいはい、いや、その取捨選択的なところが、はい、すいません。なるほど。井出さん、なんかあれで質問出てきましたか？飛んじゃった飛んじゃったっていうかね、コメントが多すぎて一気にわーっと、そう振り返れないですよね。はい、ごめんなさい。どうでしょうか、ぼちぼち。じゃあ時間だからって感じっぽい感じですか？そうですよ、なんだかんだでもう日が変わる直前ですもんね、はい。ちょっと後で見直して、なんか、ぜひお答えいただきたいみたいなのもしあったら、僕からマキさんに後で後日リクエストするかもしれないですから、もしかしたら運が良ければ、マキさんのブログ等で何か書いていただけることがあるかもしれない。かもしれないぐらいの感じで。いやー、でも今日もね、はい、あっという間に、本当びっくりするぐらいあっという間に2時間。ね、終わっちゃいました、終わっちゃいましたというか、経ちましたけども、本当に、本からのっていうか、出会いですけど、本当に今日はありがとうございました。とっても楽しかったです、本当に。釈迦に説法で、申し訳なかったです。余計なこと言ったかもしれません。いやいや、皆さん、ね、ここでもバイブスが高いこのライブ空間が作れたことが、もう何よりの、まあ僕もそうですし、多分皆さんの幸せっていうか、ね、まあ、豊かな時間だったかなと、個人的にはすごく思ってます。ありがとうございます。お二人に引っ張っていただいたおかげで、本当にとんでもないですよ。本当にありがとうございました。何もしてない、とんでもない何もしてないです。むしろありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございました。皆さんありがとうございました。はい、はい、では今日はこのあたりで、今日はこのあたりでお開きと、はい、はい、皆さんおやすみなさい。はい、皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。